てさてさて、お疲れ様です。今日も NVC スーランバと東大戦形式始めていきます。もったいねー。今のところ13人です。ゴールデンウィーク一発目ですね。イベントはゴールデンウィークに入ってしまいました。今年も Xイベント盛りだくさんでございますので、皆さんよろしくお願いします。お？Thank you.
ダメ、ハイジンさん、タイガーに投げが全部通ってます。そろそろ始めましょう。そもそも来るのが遅い。20時20分には開始したいというのがいつものあれなんですよ。そもそもですね。ああそうそう、そもそも20時ちょうどに締め切って20時20分に始めるっていう話が、なぜか皆さん20時20分にならないと来ないということになったっていうのがおかしいところです。タコ様とかも来るそうです。タコ様とミヤケンが来るって言ってました。上がりました。斉藤さん、あ、来た。バグして、そろそろ始めましょう。これはそうですわ、顔を見たら自動エントリーですから。ここはそろそろやろうぜ。今日は東西線形式です。16人になったからミキャラでもいいし、2周やろう。で、たまにはなんですけど、星取り戦、先方対先方だけが当たる、次方対次方が当たる、勝ち抜かない。でこれね、8対8なのでゴブる可能性がありますが、まあとりあえず2周の予定でいきましょう。順番は変えます。はい、で、ね、すごい短いんですけど、あの相手が分かるので脳内戦略とかもね考えられますから。あ、いろはさんいる。あ、いろはさん来た。書いてある。ってことは僕が抜ければいいかな。
人ぐらい来るとちょうどいいんだけど、いないかな、いないかな。で、ね、長州さんが8時20分になってから飯を食いに行くって言っちゃったんですよ。なのでこれちょっと飛ばしときましょう。なし。取るのが遅い。じゃあリーダーを、リーダー決めないでランダムで組み分けして、で順番を決めるのはみんなでやってください。キャラクター1周目と2周目は変えて結構です。
え、もう勝手に引いてもらえばいいんじゃないの。うん、はい、完全ランダムでやるのでカードを引いてください。今混ぜてます。じゃあ余ったのが年金おじさんでいいのかな。あれ来た、脱法が来た。これあれ、これで何人で、 18?16?2周で2キャラでやるけど変えても変えなくてもいい。まあかける5枚だからみんな変えないでもいいんじゃないですかね。これもう完全に赤か黒かですね。赤か黒かで2か番号順番だ。あ、え、1回目は全部遅れたから対象の人もないんだ。うん、だからどこに配置されるかっていうのはランダムでも構わない。あ、2回引くんだもう。じゃあ右も左もないと。2周目の、あ、2周目はチーム分かれてから1から8で引くの。あ、じゃあそれですね。みんな引いたの？誰？あと2人誰？てタコ様、自販にいる。両替、大会前に両替してます。あ、そっか、ニカさんいないのか。僕はじゃあマイクやってますんで、黒が 1P、 赤が 2P。 マジで？じゃあ赤の1位から、あ、黒の1から。そうですね、じゃあ黒1。いた、ニーヤーさん。ニーヤー剣、ホンダ。あ、いや、どっちでもいいですよ。ホンダ。赤の1は破天荒さん。そしてじゃあ、黒2、クレイジン、ダルシム。赤に、お、福山。赤さん、タコ様。黒さん、三宅。ちょうだいちょうだい。カードはくださいね。黒の4番。はい、ゆーずる。キャラは赤の4。 DJ うね。あ、これもなかなか。はい、黒の5番。草。赤の5番。お、て、黒6、白2。キャラは S。
赤の6。キャラ聞いてなかった、キャラ聞いてなかった、ダメ、見てからダメ。X ホークね。あーと黒の7、キナコング太郎。赤7はバイパーさん。お、フォークですよね、フォークですよね。1周目と2周目キャラも変えてもいいんですけど、フォークで OK です。変えなくてもいいですよ、変えない。で最後残ってんのがハイジンくんが黒、ハイジンが黒八。あれ誰、あと最後いろはさん。あ、いろはさん、キャラが分かんない。 S がいる。戻った、戻ったんだ。というわけで1周目始めていきましょう。はい、ゴブる可能性もあるし前半で勝負がつく可能性もあるけど1周目全部やります。はい、はい、順番この通りです。皆さん聞いてましたか、今日は星取り戦で1番手対1番手、2番手対2番手しか当たりません。はい、勝ち抜きではありません。でもだから決まってるんですよ、読んじゃえばもう。はい、8対8です。そう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 、てて、これはでもね組み合わせ一個一個見てる、言っていくとなんか割といい感じ、割といい感じですね、悪くない。いやいや、人の差がねそんなにないかなって思う。キャラとあの加味してね両方。焼き鳥が X ホーク。はい、では 1P 側ニーヤーさん、なんかカメラ直ったんすね。あ、大丈夫。誰だこれ、バックがある、なんか押しっぱなしになってる。はい、 2P 破天荒さん。さあそれでは始めていきましょう。4月の28日スパツ X 総裁戦、今日は珍しく星取り戦です。ニーヤーホンダが1人目、破天荒龍がツイッターでも書いてましたけど、本田千年こだわりがあるとほういうことを書いておりました。まあ、これで、ね、うまい本田は一瞬で殺してくるので、はい、簡単ではないですよね。そうですね、まあ、ちゃんと上を出しましょうっていうのがすんごく大事な基礎的な組み合わせですね。さあちょっと下がりついたか、ちょっと近い、めくり表ですね、表です、表。相当遅く押さないとね、ホンダ軸が後ろの方にあるからめくれないんですよ。あお、歩いて、これは大足、おっ、しゃがみ強パン、ここで上を見れるか、 OK。さあ、ニーヤーの圧力に屈せず、うーっと、しかししゃがみ強パン掴んで小足張り手、ニーヤー勝利。ノーキャンはやばいな。さあ次、クレジン 1P 福山 2P です。中野がいる、これね、じゃあじゃんけんで 1P 2P 勝った方が 1P 側。最初はグーじゃんけんほい。背負ったキャラはクレジン対福山、
めちゃくちゃレアな人が現れました。だって中野ガエルさんって中野以外にって見たことないですよね。バーサス何回か来てるよ。あ、そうなんですか。来てるけどね、今はあのえらい遠いところにいるので、はいはい、なかなか出てこないっていう。あ、もう僕の記憶だと、中野行ったらあの東高さんを延々とボコってるイメージですね。垂直をずっと大パンで落とすっていうのをずっとやってました。はい、あの垂直し続ける闘魂さんっていう、はい、そういう感じのイメージですね。もっとうまい、この真空でかいぞ。あ、今のズレは良かった。ダルシムはね、落ち上がり投げしかないから、ああいうちょっと早めに落ちて昇竜拳みたいな食らうんですよね。あれは罠ですね。罠で、なかなかの。さあ、クレジンダルシム動きが良くなっている。とにかくこの組み合わせは対空すらちゃんとやるという。あーっと伸ばしちゃダメだった。昇竜拳勝ったな。福山これで 1-1 ですね。はい、宮剣対タコ様、宮剣 1P。 もう組み合わせ決まってるんで脳内攻略を練っといてくださいね。次、ユーズル対ウネも、はい、準備しといてください。さあ、 1P 宮剣、 2P タコ様、今日は2人で一緒に来たのにこういうところで当たるという。膝1回だけ。剣の膝はね、スクリューみたいなもんなんで。まあそうですね。あ、まだ行く。うん。だー。いやー。宮剣強え。今日ホストリ戦でーす。クリグラさん今日いないんか。うまい。あら、タコ様。タコ様。怪しい。鈴木さんのマネーはね、いいですよ。しといた方がいい。お、お、すげえ。おー、あれ、一気にいた。タコ様がローで稼いだ。鈴木さんのマネ事をしている。さあ、マネは本当に大事。ユーズル 1P、2P ユネ。この後が草対手です。あー、今からでも多分大丈夫ですよ。さあ、黒チームが 1P 側、赤チームが 2P 側となっております。今日は完全ランダムで組んだ割になかなかいい組み合わせが多いですね。ユーズル対ウネもそこそこやってくれそうなウネ君。この組み合わせにソニック入るのすんげー大事なんで。おーっと、そうそう、スライディングにね、そもそもかっちゃうんですね。うわっ、ぶね。ここはナイス我慢、飛んでいく。やりますね、ウネ。やりますね、ええ、いや、非常にいい動きをしてますよ。これやっぱポイントはスライディングを、はいはい、こけるところで食らわないこと。ええー、まあ食らったらそのままめくりで死にますからね。詐欺飛びから最低で投げかけなんですよ。はい、画面をそっちか一気にいっちゃうんで、画面がああ出しちゃった。これはあかんよ。ちょっと若さが出ちゃいましたね今。ちょっと遠かったですね。画面はやっぱ鬼のようにきついのでお互いなんですけど、はい、端っこに追いやるために投げを通すっていうのがでかいんですよ。ただこれやっぱ打ち合いだとガイドが有利だから、その後ろに下がらないようにみたいな。あーっとね、下がるスペースを作って、はい、あーまた出しちゃった。なんとかしたいんですよ。なるほど。前に行きながら打って、はい、下がって対空をするのがベッド。
投げ、おお強気の投げ、あっとここは逃しちゃったな、出しちゃったゆずる勝利、これで 2-2 ですね。草くんて、て、たい、草すんげえいい勝負してるよ、 2-2 ですよ今、ゴブってる最初戦まで行く可能性ある。結局やるんですけど、やりますよね、今から行ってもできるって、何分、いやー、いやー、どうでしょう、まあいいんじゃないですか、結構近いからね、近い、お待ちしてます、じゃあひとまずお待ちしております。多分長州さんか二回転さんです、相手は。そうやな、おじ2周目になるんじゃない、2周目、さすがにそこまで速くない、そこまでは速くないかな、そうだな、俺1回だけ駅で見たことありますね、グリグラさん。こっからだとね、2駅え、じゃあ分かるな俺が乗り換えるやつかな、乗り換える、違う、ああ確かにそうかもしれん、あそうだな、そうだ、そうかな、うん、そうだね、あそうなんだ、あそこに住んでます、あの最近、あパナス、うわうわー、これはカス、これは誰も擁護できない、すぐ投げに行くよこれ、パナしておいて追い詰まれる、お話しておいて追い詰められる。シノリー、ワンピー、焼き鳥ツピー。さあこれね、まさかの、S 下がった対 X オークらしいです。はい、入れない、上でショーパンで、上やって、上あれなんかショーパン違います、同じ1回だけです。次は P 太郎、 2P バイパー、アベビンさんいいんだけど、アベビンさん2周目から入ろう、結構すぐ終わるんで、あれなんだっけな、あれシナモンちゃんだっけ、なんだっけ、そうだよね、あーそうか、ゆずるくんもそっち方面だもんな、いや違います、違うのどっち、そっちむしろどっち、あー今のは北海道まで行くぐらいなんじゃないの、あー嘘、あれね、あれどういうこと、いや北海道は別に故郷ですから、僕嘘、故郷、そうなの、故郷、ちちち方の故郷だから割と行くんすよ、そうなんだ、割と行くんすよ、いやー今のは読みですよね、さあ上は出る、これはね、めちゃくちゃやばいカードの一つですね、やばいですよね、寄るしかないけど、寄っても何も触る技がない、コンソールタイプに覚醒ガンマがなんででかくて、でも S 下がって微妙に軌道違うんじゃないですか、変わんない、 D 下がだけ対側に、うん、あー大丈夫、ちゃんと当たる、うん、で、ダメな時 X 下がっとじゃできないんだけど、上ショットで落ちる、あ確定取れるから安全、そうトマホークも当たりづらいんですよね、そうそうサガットは、で目の前ねトマホーク使った時に X サガットダイヤスだけなんだけど中足ショット入るんで、あどれもでかいんですよ、おめり込んで、うわー始まるぞ、おお始まった、これには焼き鳥も怒り、あしょうがないよね、まあそうですよね、いや、後ろに良かった、これで 1P 側が402×、お、そして7番手、はい、キラコング太郎 1P2P バイパー、またしてもイグジットに合わせてコッパン押してください、上ショーパンショーなんだっけ、ボタン1はパンショーパンチ、ボタン6が強キック、その後ハイジン 1P イロハ 2P です、サラーム X ゲーマーズこんばんは、いつも来てくれるサラーム、うん、
あちらのね挨拶ですよ、はい、覚えておきましょう。おー、バイパー回した。テラいやテラの方が無敵ないと思うんだけどな今ね。うおー、いやーバレてた、一点読み。フォーク戦はハイクロー必要ないですね。え、フォーク戦はハイクローが必要ないですね。ないですよね。ないですね。いやー、はい、今ダメなんだ。でこれね、立ち強キックで待てれば終わり感が漂う。あ、そうですね。うわ余計なことした。浮いてる。なんで浮いた。今テラーですよね。テラーかな多分。テラーモーションだったらね、もうちょっとマシな当たり方をするんですけど。当たんないか。じゃあゴロゴロ。いや今日今日じゃない。うわー、吸ってる。おとり操作からのいけない、ちょっと遠い。これは太郎いっちゃうか。うゴロ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 いくんだ。うわうわいくんだ。さあこれで5勝3号で 1P 勝ちだけども、まあやるんですよね。とりあえずやりますよ。ハイジンイロハ上ショーパン、はい、リュウ S ガイル、リュウ S ガイル、大将が背負う中野ガイルという、これもなかなか見応えのあるやつですね。見たいですね、ちょっと見たいですね、これ。中野さん、チェリセうまいですからね。いや、本当にうまいですよ。え、本当にうまい。うまいですよね。本当にうまい。かなり結構びっくりするぐらい相当うまいですよ。さあ久しぶりのイロハスーパーガイル、これもねそんなに変わんないですよね言うほど。いやーね、欲しいなって思うのは前そばかな。まあそうなんですけど、うん、まだまだそんなに投げ受け瓶欲しいなってのはあるね。まあそうですね。怪人のタッチ回り悪くはなかったか。はい、今のはいけますね、打っちゃえば。最後の波動拳読み合いですからね。ハイジン対イロハです。ハイジン君も 5-on-5 なかなかね面白いチームを作ってました。例えばグレギンさんもどっか入ってたな。うーん、これはでもお立ってる。うーおっと、あるおーわし、まあ、ゲージないからありですね。そうですね。さあこれでラスト、ラスト瀬尾チュンリー中野がいる。瀬尾くんが 1P です。 1P 側勝ったけどやっぱりいい勝負だったね。はい、譲る対ウネもありそうだったもん。いやいやいや大丈夫ですよ。大丈夫、まあ、怪しいけど負けないようにやる。負けないようにやった。まあ、1回取られたからね。さて、さあ中野がいる。どう久しぶり。ちょっとねゴールデンウィークにだけ出てくるような感じですね。あ、今確か京都にいるはず。京都、京都は厳しいですね。あら、オーラパンチ強くねって話ですよ、これ。うまい。うわ、マジで。おーっと、リードを守、あはあれ、狙えるんだ。え、ショーパン、ショーパン打った今。タッチショーパン打った。あれでスカルの打った打った。あれでスカルのスカルのかもしれない。マジで、やばいな、これ。これは時代が変わるぞ。いやー大パンなんだなー。オーラパンチ強い。そういえばあれは北さんがやってましたね、大パンで。全部大パンでいいんだ。ジャンプ中キックダメなんじゃない。おカード、しょうがない。ここは出場経費ですね。いや多分中もいけるっすよ。
よく見てる。いやうまいな。マジタマフライル。じゃあこれはいっちゃう可能性あり。瀬尾くんにパラさせたぞ。そしてゲインを見る余裕がある。おーっと、うおーやる。うわーうまいな。うまい。事故らない、事故らないな。終わりです。ありがとうございます。終わり終わり。長州さん帰ってきた。年金、年金はいない、いないけど。じゃあ阿部ビンさんと僕が入るでいいかな。はい、じゃんけん。最後、はい、グリグラ対長州でもいいかな。そうですね。じゃあこれはエキシビション的な、まあどっちでもいいか、どっちでもいいや。阿部ビンさん対2回転さん。ああ2周目は普通に今からやる。ああ、じゃあ僕とアメビンさんはじゃんけんして勝った方がワンピー側になります。最初はグー、じゃんけんホイ。アメビンゲット。はい、じゃあさっきワンピーだった人が、はい、皆さんの試合やってる皆さん2周目やるよ。はい、ワンピー、ニーヤさん、はい、はい、またやり直し、やり直しだけども、あの、順番だけ、ワンピー、ツーピーは変わらない、順番だけ、チームはチーム、順番だけ、あれ、やるよ。はい、引いとけや。どこ、どこ、誰、まず、破天荒、クレジンさん、福山、クレジンさん、ニーヤさん、タコ様、それ順番、順番、順番。手。やべえ、2P 誰もいねえ。あ、1P だ。1P だった人。はい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 。1P だった人。焼き鳥。あれ？はい、みやさん、はいはいはい。え？ちょっと待って。何？足んないの？1番ないの？あ、誰だっけ？はい、シノニー、シノニー、あ、キナコングさん、焼き鳥バイパー、どれ、キナ、キナコングさんこっち、はいはい、シノニーと誰だっけ、ハイジンさん、セオさん、焼き鳥バイパー、セオさん、イロハ中野、アベビンさんかと、あ、違うわ、え、もう一人入るんだ、ごめん、引き直し、引き直し、何、引き直し、十対十じゃん。じゃあ、アベビン10対10だよ。ごめんなさい、もう一回引き直しです。赤をこっち返して、あ、じゃあ黒でね、申し訳ない、赤の人こっちに返してください、申し訳ない。 1P、2P また同じ。あ、グリグラさん間に合った。入れんの、入れないの、年金、年金待ちする。長州さんは年金来ない、年金来ない、ざっけんな、マジか。自分ニーヤーさんと当たっちゃって、ニーヤーさんがタコ様とはどうしてもあのホンダとやりたいって言ってるんだけど、いや、キャラを変えていいって言ってんじゃん、はい、じゃあ、じゃあ、あ、その前に、あ、ちょ、キャラクターを変える人は僕に言ってください。あ、そうだね、先のがいいっすね。あと2枚誰だろう。カードを持ってる人、カード持ってる人、カード持ってる人、黒いカード持ってる人、あと1枚か。あの、年金とグリグラさんを入れるなら、いや、でもね、1枚足んないんだよな。誰か9番がない、9番が黒の9、黒の9番を持ってる人、
黒の球持ってる人いません。誰だよ。あ、これだ。はい、で、もう一回引く。もう一回引く。あ、違う、違うよ。先に、だから年金とあれを分けた方がいいんじゃないですか。そうやな。そしたらグリグラさんはやってんじゃん、もうほんと幼稚園。ご飯の時間ですよ。じゃあ、俺とリカさんがじゃんけんして好きな方言う。もう引いちゃおうか、これ引い、もういいんじゃないですか。引いか、上からこっちで引きますわ。はい、じゃあワンピー、ツーピー入れ替えるか、まるまる。ああ、それはそれでいいよね。黒と赤でいいか、うん、じゃあ赤を引けばいいかな。赤を混ぜて、順に、だから破天荒さんは何番みたいな感じで。そうだね、グリグラさん、え、ワンピーツーピーを選んでほしいんすわ。最初はグーで勝った方がワンピー。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょい。グリグラさんワンピー側で、これさ、もう一人欲しい。もう一人ちょっとお手伝いが欲しい。はい、それではこれ赤ね、これ黒か。では、はい、あ、こっちか、こ、あ、まあいいや、いいや、それでいいや、それでいいや。今度赤がワンピーね。はい、グリグラさんがワンピー側になったので赤を引くことになります。はい、はい、出てまあいいや。で、何、こっから行くのかな。破天荒さん、はい、破天荒さんは何番。5番。破天、あ、ちげ、こっちだ。破天荒、はい、全部ひらがなで書きます。で、福山さん11。はい、どうぞ。福山、タコ様、6番です。タコ様6。うね、うねくん8。うね8。て、て、て、10番。てが10番。焼き鳥さん、4。バイパーさんが3番です。3。キャラクター変える人いますか？キャラクター変える人いますか？いろはさん1。キャラクター変える人は僕に言ってください。今変えないとダメです。今変えなければ受け付けません。中野がいる。はい。2か7。7はグリグラさん。これグリグラさん。グリグラ、はい、ワンピーの人、キャラ変える人いますか。キャラを変える人いますか。変えない。いいの、大丈夫。焼き鳥さんもいい。焼き鳥さんもエースじゃなくて大丈夫。焼き鳥さんもいいの。あと誰だろう。キャラ変えなくていい。いろはさんとかは。いろはさん DJ。 じゃあ DJ で、じゃあ DJ で、はい、終わり。これで、はい、もうキャラ集変えれません。ニーヤさんはキャラは、え、そのままでいい。ホンダ、はい、ニーヤさん、ニーヤさんが2番です。はい、ニーヤー2回転だね。はい、クレジンさんが5。クレジンさんが5。はい、ミヤさんが10番です。ミヤさんが10。あれ、また引き直して順番をね。俺11。で、草さんが1番。草さん1。シノ2が9番。9。シノ2、中野ガエルと。で、キヤコンが太郎さんが3番です。太郎3番。ハイジンさんが8番です。ハイジンさん、はい、セオさんが7番です。7番、セオ。アベビンさんが、アベビンさん4。これ長州さん、6番長州さんです。そう、キナコング太郎対バイパー、もう1回です。本当だ。タコ様はここにいます。これはひどい、はい、あの字の読めないっていうのは受け付けないんで、分かんなかったら聞いてください。8かける
8×11 分の1です。え、8分の 1×11 分の1でしょ。すげー、99分の 1% ですよ。 1% 引きました。 1% を引いた。特に美味しくはない。じゃあもうやります。やりましょうか。じゃあこっちだから 1P、 さっきと 1P、 2P 逆なんで、1P いろはさんの DJ と 2P 草さん、はい、草さん本田いろはさん 1P でどっちでもいいとか言ってる。まあどっちでもいいです。まあキャラは変える、キャラは聞いてないけどいいのかな、うん、変わんない。いや、言ってない人はもうダメです。変えちゃダメ。さあ、いろはさん DJ になりました。なりましたね。いろは DJ も、はーい、もうはでも意外と半年ぐらいやってるっすかね。そうっすね。さあ、しかしこれね、ミサ君がうまい風なんですよね。ミサさんはユーズル絶対殺すマンなんで、多分本人的には自信があると。うん、いや、うまい、うまい、実際うまい。だと思います。まあ、なんだかんだやっぱこれは最終的に人呼びなんじゃねえかみたいなとこあるんで。重たいのはね、まあ、難しい。できるからね。そうですね。難しいとこであるんですけど、今のは歩いてガードです。はい、歩いて立ちガードすると大丈夫です。歩いてそう。いや、しゃがみガードでいいんですけど、ヒットしないことを祈って少し歩くっていう、そうだね、はい、しかないです。しゃがみから立ちになるとちょっとガードしやすいんで、 DJ の場合。そうですね。さあ、ユーズル絶対殺すマンが勝利。次、2回転対ニーヤ。やめろー。普通にバイゾンホンダですね。草さんが丸。草さん2回、ニカさんはバイソンでしょ。え、バイソンでしょ。DJ でもいいってさあ、キャラは変えないというのは何だったのか状態。いやー、これはあれですよね、なんかお互いに嫌っていう、お互いに嫌なんだけど、多分一応バイソンがリードしてゲージ溜まったらホンダは何もやることないんじゃないかみたいなのはまあ聞きますが、こうなるとさすがに精度で勝負は難しい。ゲージがないのでリバサで打ち切りなしもできない。いやー、痛いのが入る。さあ、もうお願いオーアーしかないですね。さあ、パナしちゃう。あっさりパナしちゃった。あっさりパナしますよね、それはね。さあ、大足カッショーパンで落としてヘッド。さあ、ここまではいい感じだけどガードしちゃう。さあ、画面足で、さあ、しっかり落としてゲージ溜まる。ミスってるよ、大丈夫かな。さあ、対空が出ないけどシューパンが当たる。あれ、ショーパン連携しちゃうとね、クレイジーとかちょっと待たないと出なくなるんで、あんまりあれ意味ないと思うんですけど。さあ、美味しいのが入る。ピヨンナイ。いやー、今の痛いな。さあ、いい感じだが、ここでこじらすのはニーヤホンダ。あー、ガードしてないですね。いやー、パナシは美味しい、偉大です。さあ、次、バイパーさん対キラゴング太郎さん。バイパーさんが 1P だから逆。さっきはマイ、太郎さん勝ったんか。太郎さんがテラーはいりませんって言った瞬間にテラーを出して勝ってました。じゃあハイクローね、ハイクローね。あ、そうザクって刺さった。スカイハイクロー。焼き鳥たいアベビンあるんだ、やべえな。あれやばいっす。あれ、なんか色が違う。さあ、暴れにトマホークでショーパン。ステージが早い。早い。あれさ、Nコパ歩き台風でテラー押された時、何もできないよね。
お、体育いや、てかあ、光るテラーってでも N コパにハマるんすかね、そもそもハマるんじゃない、なんか引っかかりそうな気がするんだけど。さあ、全部トマホークで暴れていくスタイル。おー、なるほど。でもあそこも、まあ、今のはあるからね。はい、ださあ、全部荒らしていく。さあ、飛び上げて待つ。守りのバイパーですから、ね、ああ狙ってた、あれは狙ってた。あさあ一瞬の隙で光る。次、焼き鳥さん対アベビンさん。焼き鳥対アベビン、見物ですね。焼き鳥ワンピー、東西戦決勝カード来ました。さあ、なぜこうも厳しい相手とばかり当たるのか。でも X オークですね。あ、年金来た。いや、あのチャンスさんは入ってけど、はもう相手がいない、相手がいない、相手がいたらいいよ、相手がいない、相手がいない、相手がいない。コンピューター制やる、コンピューター制。ルールじゃあもうこう全部横でやってるだけです。長州さんはタコ様でやって終わり、終わり。出したらご飯食べに行っていいよ、もう一回。もう用はない。あ、でも試合見よ、試合。うわー、いやー、まあそうですね、まあそうですよね。出ない、なんかいろいろ出ない。いやー、あー、まあでもアビビさんはあの百花を離さないっていう噂があるんで、ワンチャンあるのかもしれない。 あるのかもしれない。本気を出したら離すのかどうかっていう、そこですね。でも今めっちゃカチャカチャやってたのは聞こえましたけど、めっちゃカチャカチャやってたんで。いやー、おー、どっから持ってってんの、ちょっと。あー、今のは、今のは、これはね、今のわからない、逆にわからない。話してるのか話してないのかわからない。あー、おいしい、おいしい。来 て、うわー、マジで飛んでる、マジで。あー、うわー、すげえなー、仕込んでたか。さあ、今日のメインは終わりです。次、破天荒さん対クレジンさん。破天荒 1P、 クレジン 2P、 クレジンさん 2P です。クレジンさん 2P です。はい、入れ替わってます。この後タコ様 1P、 長州 2P です。足りない足りない。角さん入れちゃう？うん、角さんと地流入れよう。はい、 1P、2P はじゃんけんで、じゃんけんで。あー、着実にでも技を覚えてますね。クレジンさんね、結構嫌な動きになってますよ。はい、でもね、ちょっとドリルで突っ込みすぎかな。そうですね。そう、これね、強いんですよ。あれでくぐると3ヒットでひどいことになりますよね。そうなんですよね。まあ、今あの横張って中スラにしてますけど、あ、ショーでいいですよね、あれは。おーっと、もうこれですね。飛びだけ警戒してるっていうのがかなり強い。いや、あれ博士はあの振り向いてショースラインフェルノとかやるんで、めくり中スラの後は狙いどこですからね。はい、うまい。さあ、破天荒困っている。ドリルを許す。中ガスダイヤシ埋める埋める。あー、持ってった、焦っちゃった。これはちょっとクレディンさんも悔しい負け方ですね。そうですね。はい、次、タコ様対長州さん。 2P、 2P で長州さん何残儀。その次、グリグラ 1P、 セオ 2P です。千春くんどこ、君入ってっからね。
え、これはいもう4対 1?4 対1。マジか。いやでもさっきと逆だな。今度は、赤が勝ってる。なるほど。そうですね、今しゃがみチューパンの後はなんで勝ってたの。あれじゃないの、払い蹴りじゃないの。え、な、何になってたの。大外回し、ジャンプ台パン竜巻、しゃがみチューパンの後に勝ってます。キャンセル払い蹴りが出てなかったけど、レッパが出る。何、何かを失うと何かを手に入れるみたいな感じ。え、メドクタ、オリジンメド例の。あ、しかしローローで後ろに跳ねちゃって。おー、やる、ポニーさんっぽい。でもあれも後ろに跳ねる。タコ様はこれ負けなしがありえますね。剣戦のタコになってしまうのか。マジで剣戦のタコなのか。いやあ、早い。さあもう栄養が切れてきたとか。おー、甘い。栄養が欲しい。いやー、めんどくさい、動きがめんどくさい。さあもう血出ししかやらんと。うわー、すぐすぐ、やっぱりって言われた。やっぱり。さあ、次グリグラさん対セオさん。グリグラ 1P、 セオ 2P です。一回やったら、ご飯食べなきゃ二回できます。始まった瞬間ご飯に行くはちょっと熱い。ワンピーグリグラ、ツーピーセオ、その後ウネ対ハイジン。ないです、ない、ないんで。とりあえずね、今日はこの後にコンセプトマッチやろうかなって考えてるんで、サクッと終わらせましょう。うん、コンセプト、ね、角さんとじゃんけんして勝った方がワンピー。いやー、これでもやっぱり瀬尾さんもあれなんですかね、こういうなんだ、秩序でいくやつは得意な感じが、的確に落とされそうなイメージが。お、ほら、そうでもないのか。これ高くてもいいっぽいんですよね。背中で高くても大丈夫なキャラっているじゃないですか。高くても、うん、高めに重ねても大丈夫なやつ。何を。背中蹴りを。ああ、うん、支援客はどうも表にしか出ないっぽいんですよ。あ、振り向かない、振り向かない。ああ、それ多分幅が広すぎるからかもしれないです ね、 ね、出ないとしたら。一回だけね、クロス君がネックで逃げてるの見ましたが、まあ、レックは逃げれるじゃないですか。そう、振り向かないなら表に絶対出るってことだから。あ、でもレックは振り向きますよ。本当？うん。おー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 おお。しゃがんでたかな今。しゃがんでたの見て、しゃがみ弱パンレックは。そうですね。はい。今のは強レックに見せかけた中レックだったんで。ああ。引き付けミスですね。支援じゃないや、テンションが出る前にしゃがみ中キックに当たっちゃったのかな。そうなんですよね、なんか弱中強で変わるからめんどくさいみたいな。今強キック早すぎでしょ。あー、パラス、すげえ。いや、今のはキャンセルミスですね。あ、うまいな。キャンセルだったのか。やっぱりと、一回離すと。あ、でもいい勝負ではあった。寄ってきた。ウネ君対ハイジンさん。ウネ 1P、 ハイジン 2P。 これはニューカマー対決、ね、ニューカマー対決ですね。今どっちが強い。ウネ君が分かんないって言うし、ハイジン君はウネ君が強いって言ってました。じゃあ分かんないですね。分かんないですね。人流の試合だと結構いい動きなんだけど、こういう大舞台、大舞台でもないんだけど、大会だとね、なんか丁寧にやっちゃうみたいな。そうまあ、いますよね、そういうのね。かなり、理想としている動きをこう目指してる感じなので。川又さんだっけ。そうだね、川又にはね、慣れそうな気がするもんね。タッチューパン、
投げる。おっ今のダブルサボー倒してるぞ。歩いた、やりそう。あ、まあ、その反応できなかったやつですね。やりそうだな。そもっとも怖いからね。あそこ投げに行く勇気僕にはないですね。まあそうですね、そばっととかやりやっちゃうやっちゃう。相手を信用したよ。おお、今のもえぐい角度で入っていった。さあいい、しっかり食らい投げ、そしてファイヤーから下ぎ飛びミス。今のダメなんだ。おお、今のは、うん、今のダイヤつながりましたね。うわあ、ちょうど飛んでる。やっぱりウネ君だったか。中野がいる。 1P 2P シノニー。さあエッサガー対こっちシノニーガイル。いやでもなんか面白い。右ヒットで、あ、ダメ、やっちゃった。下がった。よくやってるんじゃないですか。ちょっとスタート連打スタートを連打なんですけど、2人とも連打してください。これマジで成功しない。スタートを連打、はい、OK、何でもいいんですけどね。ぴったりあれマジむずいんですよね。あれ多分話が同時だと思うんですよ。あ、そう多分押してもダメなんで。ダメなんだ、うん、多分ね。だって連打でダメなんだからやっぱ話なんじゃないかなっていう。なるほどね。多分です。そこを解析しようとした人多分いないんで。多分。さあ中野がいる。エッサガーと当たってしまう。さっきはシェオチュンリーを倒すという大仕事をやってのけてますが、さあ情報がないでしょう。この2人ないですよね。情報がないエッサガーは本当きついだろうな。小高が言うにはダルシムより全然きついからと。マジで言ってました。まあ他のガイル使いに行くとそうでもないみたいな感じなんですけど、これだからやっぱ横浜勢の佐賀統制かかってるみたいな話じゃないですか。佐賀統制さすがにですよ。おっと待ってますね。今スローかかってたからいけましたね、はい、スローさんと千春君はどうなったの。スノ対千春はどうなったのか。わあ、しゃがみ大パンで落とした。千春強法も強い技だったらね。いいよ。なんか急にカペースに見えましたね。さあ引っかかる。うわ、その2位は俺に聞く。うわ、通っちゃった。勝ったのはシノニー。シノニーは2連勝ですね。はい、テ対ミヤ。テイダルシムが 1P、 2P がミヤケン。チスノッピー。いやー、ダルケン、わかんないっすね、これ。そうっすね、やっぱ関東だと、これ結構いい勝負ぐらい言われてるんですけど、まあそれはないと思いますけど、マッツンさんのせいなだけで、はい、やっぱり差はありますよね。まあ差は多分変わってないはずなんですけど、うん、なかなかそれ通りにいかないと、うん、というだけのような。おお、ダン、もう全く寄せつけず。今日はあれだな、後でコンセプトマッチ10先かけるいくつとかやろうかなと思ったんですけど、希望者がいれば、はいはいはい、優先で、はいはい、いやー今投げ抜けないのが痛いな。うわー、ファイヤーファイヤー、テイダルシム勝利。あ、出た福山譲る。福山譲る。
千春対ツノッピ、この後の試合です。お願いします。さあ、福山龍 VS ユーズル DJ。福山龍いい勝負できるか。ユーズル君も若手で鳴らしていたのはもうだいぶ昔の話で、今は完全に中堅プレイヤー、もうちょっと上かな、中堅、年齢的には中堅ですね。まだ若手か。うまい。さあ、空達引っかかって画面端、これは一歩歩いてのカーニバル。歩きカーニバルじゃないと届かない間合いで福山を打っていたんですけども、歩きカーニバルやってきましたね。歩きスラキャンカーニバルだともう一歩伸ばせます。さあ、このままリードを守ろうという福山。燃やした。シャーメチパチパチ、ちょっと安いが、そうですね、竜のジャンプ強キックは深めに出すとスライディングも潰されます。うわー、お見事。草くんがなぜか降りに行く。開幕スライディング、そして寄ってくる。ジャックナイフで画面端スタート。しかし福山の飛びが通る。ナイス勝利。ダイゴス投げられる。これは抜けミスがあった。おお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 お、やったー、福山勝利。大足かよあそこ。はい、で、チーリュー対ツノッピがいる。さあ、これが最終試合となります。ここまでで、ね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8勝してるからこっちが勝ちだね。じゃあ何、これ 1-1 になるの。 1-1 になるけど、まあいいっしょ。もはや3箇所いいっしょかな。もうみんな、みんな勝利でもいいぐらいで。ゴールデンウィーク特別ポイント。さあ、地流対ツノッピがいる。いやー、見えてる。超うまい。最近やる気があると言ってましたからね、ツノさんも。結構見ますよね。このキャラすんげー弱いと思うんだけど、よく頑張ってますよ、ほんと。ガイル弱くない。いや、俺も弱いっていう派ですよ。弱いは、はい。いや、あの、守りしかないじゃんっていう。守りも別に大して強くないからね。うまい。守り切れない組み合わせも結構ありますからね。守りとか言うけど、こけない前提じゃないですか。そうそうそう、こけたら一番脆いからね、これから。おーあーっと、うっ、うーっと、あ、これは届いたか。いやいやいや、ダブル。そうですね、1ラウンド取られていたからなんとか殺せた感じですね。今歩いたかな。うまい。さあ、ツノガイルは端っこにまで下がったが、うまい。いや、見えてるな。いちいち痛いものが取ってくる。真空。しかし打っちゃったのはかなりでかいんでは。やばいですね。飛び、うまい。ずらしてソニックを当てる。ツノッピ勝利。7対3かな、4か4。まあ、こっちが11人だもんね。どっちだっけ。あ、僕入ってないよ、そこ。え、そこ入ってないだから、合計で言っても赤が勝ってんじゃないか。5、4、そうですね、11対9。
11対9で赤チームの勝ち。お疲れ様でした。では配信内は今日はの試合じゃなくって、はい、コンセプトマッチやっていこうかなと思います。いろんな人やってもらいたいから5本選手にしようかな、はい、5本選手を、まあ、両者納得のもと、はい、ここに2人で来てやらせてくれって言ってくれ、そしたら OK って言いますんで。まずは、まずは2回転対草。え、もうやんの？ダメでしょ、それはダメ、それはダメ。予習、いや、ダメ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 。僕はやっときたい派なんだ。やっときたい派、じゃあ草さんがなんて言うかだね。やろうよ。いや、やるやるやるって。やったね。じゃあじゃんけんで席だけ決めて。5先、5先。さあ入れな、これでいいの？これでいい。はい。いや、サブキャラ同士、DJ ホンダとかになるんで。さて、始まりました獣道。割となんか、まあ前評判は分かんないですけど、プレイヤーの温度差っていうとニカさんがめっちゃやる気あるけど、クソさんがよく分かんないみたいな雰囲気があるような。そう、いやでもなんすかね、結構みんな興味はあるんじゃないですかね、多分。まあでもやっぱりこれが煽り合いの発端になってなったような気がしなくもないんで。さあ中足当たってるのに投げに行く。まあそこはガードしちゃいますからね。逆に大足で死なないと思ったら行ってもいい。さあアントビーできてない。パナス、パナしたよ、やっぱり。さあ中足に暴れるのが強すぎて、中足をやっぱり潰す技がねないんですよね。オアで落としてめくり強キック食らっているけど、食らい投げられ、食らい投げ狙ってたのかな多分。さあ垂直強キック転生でアントビー高い、高めにした。さあ気候圏で、さあ飛んでいく。ジャンプ中盤は気候が引っかからないですね。さあ飛んでいく、投げる、負けてない。いやー、ヒットしちゃった。これなんで2回転の草が早くもやってるの？いやもうニカさんがやっぱさっきムンムンなんで。これでまだまだもっともっと先に10スタッチかなんかやるんじゃなかったの？6月です。はい、6月6月の V3 の後を予定するなよ。いやだからやんない方がいいんじゃって言ったら、ニカさんがやりたいって言うから、じゃあ草さんはって、じゃあやるわって、やる気なさそうでしたけど、あれなんですかね、自信があるからどっちでもいいよみたいなことなんですかね。さあどっちがたくさん練習しているのか。いや多分ニカさんもやってますよ。2回転とかやってる。はい、キャラ的にはチュンリーが有利なんでね。かなりチュンリーですよね。これもやっぱり他のキャラと一緒で、どんだけ自分が食らうダメージを減らすかの。今の戦機構でクリッチ当たってるじゃない。いや今のは初段が当たってたからダメです。初段が当たってなかったら抜けれる時がある。飛行艇の飛行艇その前の。いやガードしてたからダメですよ。起き上がりに重ねてたな。あ、いやもう硬直切れてたから。そう、テンションが結構遠くても当たるんですよ、あれ。全然先端とか全然意味ない。さあ、透かし投げ。さあ、草さん余裕の手拍子。まあ今手拍子するところじゃないですけどね。さあ、あくまで周りは見てるだけです。さあ、2
回転があまり対策を見せてないですけど、隠しているのか。まあ10先ぐらいだったら結構ネタがある程度は、まあこれプレイ2で終わりだが、その一体やった方がいいと思いますけどね。あれ当たってる。何やったんだ今。ジャンプしようとしてくれた、ね、クレイジー打ったんじゃないかな多分。バックジャンプしようとしたと思いますよ。いやバックジャンプはダメですよ。高め。2回転あまりいいとこがない。でかいパンパが使ってしまう。ただクレイジーを当てれば当てる。これは分からんぞ。これはもうガードできない。ガードできないのにガードをした。さあ草純理3連勝。3連勝え5。おい、それも分かってねえのかこいつ。こいつさあ、なめ腐っているチュンリスカイ。百裂バリアと中足バリアという2つのバリアがありますからね、この組み合わせ。そう、どっちも有効なんで、バイソンもやりづらいんですよね。そう、その前ね、飛行圏バリアっていうのもありますからね。飛行圏を抜けると中足と百裂が待ってるっていう、ね、そうそうそう。お、減らない。これはオア。ブランドを重ねていく。まあ、あの技は強い技です。バイソンはゲージを貯めたいところですね。先にチュンリにどうしても貯められてしまうパターンが多い。おっと。玉島投げを狙っていたのか。あれはまあなんだかんだ有効だと思いますよ。そうですね。おっと、今のは後びかりでバイソンが光ればいいんじゃないの。いや今ためがない。ためがないことはないでしょ。いや前ジャンプの後だから。おっと、これはあ違う、オアの後だから溜まってないですよ。いやそんなに時間が早くはなかったと思う。さあ、うわー、ちょっと隙間があった。これはおっと、バイソンが我慢した。しかし、あと時間がないぞ、これ。おっと、相打ち。これはバイソン OK でしょう。今のグレストレート先っちょ100列完成しますかね。割とああいう相打ち狙い多めでもいいと思うんですよね。基本バイソンがダメージ勝つんで。まあ、外足痛い。おっと、放していく。今のは打てる。これはバイソン一気に1体がバックジャンプ。はい、まだいい差し返し。さあ離していく。さあもう一回食べる必要が。いや半端な距離で強引に行こうとして入るうちになりましたね。さあ、あのバイソンの内足のフェリー。さあ転生着から投げる。クラゲは撃たれてしまうと、もうチュンリーのもの歩き。よし、さあデージが貯めたいバイソンだが、その前に殺したいチュンリー。さあヘッドを出し続けてめくり。さあバックジャンプ割と安定ですね。あれ、さあ死んだか。いやさあ草が4連勝。いや今のはお電話ですね。あ、そうですね、このゲーム振り向きが怪しいですからね。 今のはお電話です。草さんがうまいわけではありません。ありませんよ。しかしリーチ、リーチ、やっぱり落ちる。安心、安心のテンション。さあ2回転がこのままナスしめなくやられてしまうのか。さあクレイジーを当てれば勝てる。
か削りで悪い。ああ今のはそうですね。みんなは死にかけます、ね、戦列出しても当てるっすよね。勝つって何戦列負ける負けるよね。後びかりになると先びかりだと負けます。コートグランドの相打ちの後にバイソンがどうするかっていう。いや、なんもないですよ。なるで抜けてない、抜けてないは痛いなぁ。パターンパンチとクレイジーを食べたままエヌオアのごとく死んでいきましたね。さあ、このままこのまま終わってしまうのか、終わってしまうのか、1回ぐらいは勝つのか、掴んでどっち、どっちから、おっと、さあこれはバイソンある、掴んで離していく、なるべく離れたら死ぬよ、何になっても死ぬ。あーしかしパナシ当たった。チューチューなのかな今の。朝に5連勝するのはちょっとかわいそうかなっていうサービス、サービス分かった。ここまでは捨てだと、こっからいけると。さあ2回転分かったと。何が分かったのか多分分かんないですけど、あゆうち、これはバイソンいい感じ。まあこうなったらゲージ貯めて待って、まあチュンリーは当然溜まるんで。さあ、あれを掴んでる。メキスタートでヒット確認してコパンにつなげるべきだと思うんですけど。え、バイソンか。いや、基本ジャクジャクでいいと思いますよ。ジャクジャクで別に投げとヘッドで、チューパーオーバーはダメなんで。ワールドカードは投げるべきだと思うんだけど、あれがなんかヘッドが出ないですよね。さあ分かった、2回転が死んでいく。多分ちょっとアッパー出すのが遅いんですよね、あれ。投げをサさんが仕込んでるから吸われてる。まあバイソンすでに半分くらいなくなってる。バリアに当たって半分くらい減っている。さあゲージが溜まってスライダーにできない。ああ立ってたよ、なぜか。さあ飛び越し戦列はバイソンナイスガードだ。海助がなぜか勝つ。お電話。さあクレイジーを当てたい2回転。投げられる。分かった。何が分かったのか。分かったつもりでした。勝てないことが分かったのか。まだ取っといたと。まだ取っといたらしいですよ。取っとくようなも持ってる。まあそういうことに、そういうことにしておきましょう。まだ6月3日のお楽しみです。いやー、はい、ちょっと先が思いやられますね。あれは来月の V3 の後、 V3 の後ね。だから6月3日ですよね多分。先はやめましょう。その相談をしたかったんだ。先はやめた。もう10先でいいよ。10先で1はやばい。10でいいよ。10で1はやばい。1でいいね。いや1ならあの1ラウンドでもいいぐらいだから。いや1ならもうメイン変えるぐらいでやんないと。それかもうなんか型を草さんにして、なんかタコ様座ってっけど、タコ様誰とやんの。誰か、え、年金が良かった。年金が良かったけどマイク置いてった。じゃあ俺やる。星が5ついたら。
あマイク渡されたんですけど、ジャンギー DJ ようわからんけど、俺わかる人いないの？ジャンギー使い、ジャンギー使い、タコ様以外いない。 DJ 使いもヒロアさんはいる。お、ちょっとすいません、長州さん、僕とちょっとタイマン後でしてくれませんか？あ、安倍敏対長州の予約が入りました。ただ僕もう行っちゃうんで、できれば早めに長州さんお願いします。まあ、とりあえず、今やってんのは、はい、タコ様とゆうずるさんですね。はい、こんばんは。はい、まあ、星ぐらいはカウントする係ぐらいはやりますよ、さすがに。01です。これちなみに何本何本みたいな、はいはい、あ、5先をやってるみたいです。で、入れ替えはしない、しないみたいです。5先をやって、はい、特にステージもなんか最初のステージからやりましょうみたいな、はいはい。まあ、ちょっとここいる人たち聞こえてるかどうかわかんないですけど、ただゲーできるチャンスですよ、とりあえず。ああ、いいですね。 あんまり僕好きじゃないですけど、ちょっとまあ、やれるチャンスですよ。残るのでやるのはいいと思いますよ、うん、そうですね。まあ、ちょっとこれ、まあ、誰かがまた YouTube とかに上げてくれる可能性もあるんで、はい、いい材料になると思いますので、やるチャンス、そういうのいい機会だと思います。苦手な組み合わせ、やりたい組み合わせ、何でもかんでも。とりあえず次は長州アベビンで行きましょう。そう、その後出かけちゃうんで、また、うん、これが最後の長州さんとの、これが最後の、はい、年金対決。なるほど。おお、うまくズームした。これこの前、大西さんの DJ と、あ、はいはいはい、鈴木さんのジャンギやってたんですけど、おなかなか見応えありましたね。大西さんちょっとベガがやっぱりジャンギ戦うまい印象ありますけど、あ、そうです、ね、DJ も強いと。 DJ も強いし、ね、おマシンガンもこう、なるほど、いけるんで。ジャンギ戦はじゃあ全般的にやってたんですか？やってますね。誰とやってたんですか？はい、誰とやってたんですか、大西さんって、ザンギって。ザンギ、一通りやってました。あ、ただ、面白いのが、はい、ベガで、フォークもそうなんですけど、はいはい、ザンギ相手にも、ダウン後めくりに行くんですよ。あー。ガブラリがこう、入らないっぽいとこで。はいはい。そう、あそこ行けるか行けない人っていうのは結構、そこでキャラ差じゃないですけど、まあ、ザンギが、はい、有利な時は、あれで行くしかないかなみたいな。なんかフォークだったら分かるんですよ、めくるかめくんないか。多分ベガの中でも議論分かれると思うんですけど、ザンギめくるんだってちょっと今ザンギ、ね、相当リスクはある気がします。そうですね。あー、なるほど。でもダブラリ潰されてんのあんまり見たときないんで。あー、じゃあ分かってるんですよ、停止位置をちゃんと押すんで。大キックとか早出しを出しで、はい、これ僕たちこっち見なくていいのかな、そういうの。はい、ゆうずるさん頑張って。ゆうずるさんは最近ご存知かわからないですけど、結婚いたしまして。あー、いいですね。なかなかちょっと、はい、お話を聞くと、はい、やっぱりゲーセン来るのも一苦労みたいになっちゃったみたいで。どうですか、こうご結婚されたっていうのは、まず窮地の中としてはおめでたいですか？あー、おめでたいですね、単純に。まあさ、今ちょうど奥さんが見てらっしゃるんでしょうか、3連勝です。はい、ゆずくん真面目ですもんね。うん、真面目ですね。お、チュンリーにカーソルが、やっぱり残念。まあ、なかなかちょっと家庭持つとゲーセン来るのが難しい、はい、ということ で、ね、まあ言うても、まあ結婚する前から週1ぐらいだったペースは来ますけど、来ますけど、はい、ここから出していく、うん。これ、どっちも難しいですよね。まあ、なんか聞く人によってダイヤ変わってますしね。個人的によく聞くダイヤは、はい、ザンギビユーリなんですよ。ただなんか、はい、チューブのプレイヤーとかにすると、はい、まあ、なんかだいぶ圧倒的に DJ じゃないかという人もいますし、ちょっと、まあ、よくわかんない組み合わせですね、これは。まあ、どこどこでね、いいのかなって思いますけど。なんか基本は DJ 強いけど、ザンギはネタでちょっと行けますもんね。いわゆる農作業だか農業とか
名前ついちゃったらありますね、はい、あれ仕込みっぽい、ここからこれね、うん、農業の逆読みでダブラリなんですけどね、あれ何にもないのかな、うん、あ、いいよ、うまいですね、あ、こちらもいいよ、はい、あれあ、なんかその前に阿部敏さん対長州さんが予約が入ってます、あ、はい、だいぶ長丁場になりそうだし、僕個人的には瀬尾さんの試合見たいけど、瀬尾さんやる気なさそうだな、瀬尾さん、おー台形めくり、とりあえず3の1、はい、はい、あ、僕さっきの試合やってたんですけど、ニカさん対どうでした、ニカさん対僕ですか、はい、じゃあこれは1回負けたから5、1か、はい、そんな感じですか、まあ、ちょっと負け方もちょっとぶっちゃけ嫌な負け方したんですよ、最後多分、はい、4連勝で終わったんですけど、その5戦目でちょっと人読み入りだして、ニカさんが、ちょっとそこで負けたんでちょっと空気は悪かったんですけど、まあ、それが、まあ、本ちゃんは1ヶ月後なんで、はい、その読みがどう変わるかっていう感じですかね、とりあえずここからみんな頭を使ってまた反省と練習と、まあ、僕はちょっとここでまた練習して頑張ります、佐藤、はい、も本当こう勉強熱心な、いや、あんまそういうつもりはないですけど、いやもう本当に、いや、まあチュンリーなんで勝たなあかんっていう、それだけで頑張ってます、でも逆にあれですよね、バイソンもバイソンで他のキャラに勝っといて、チュンリーには勝てないっていうのも良くないですよね、そうだと思います、多分一番辛いんじゃないですか、ね、確かに辛いとは思うんですけど、バイソンからしてみたら、今3-1でゆうずるさんが勝っておりますよ、さあ、まあさすがに経験値はね、はい、ゆうずるくんのが上なの で、ね、で残儀ともやってたので、宇都宮時代を TMS 残儀とやってたはずなので、あんまその試合見たことないですけど、上手いですよね、そうですね、だいぶ、はい、特に僕が宇都宮離れた2011年以降とかからだいぶさらに成長しちゃって、同期戦とか多分地獄だと思いますよ、なんか深谷にもちょろちょろ来てるような、あ、そうなんですね、感じだと思うんですけど、おーっと、よく出た、これでリーチ、リーチ、リーチ、全くすいません対戦内容わかんないんで、ダメってるわけなんで、まあ見てる方が一番ね、よくわかってらっしゃると思うんで、うん、はい、はい、さあこれでそのまま、おっとすごいな今、あ、今よく割りましたね、おっと、さあ1、2、3、4、5、でも今タコ様スライディング見てからギリギリまで歩くみたいなのがちょっと、すげえと思いました、あれ吸えたらやばいんじゃないかな、あれ、あれ、そんなゲートができたらやばいっすね、そんなゲートができるかは置いといて、歩けるのはすごい、あ、こっからは、お、あ、これ端はちょっときついんじゃないの、うーん、どうなんですかね、まああんまり固めに行かないで安全に逃げればいいですからね、体力取ってるんで捕まるのが一番よく、耐久完璧、さあどうかあった、焦っちゃいました、じゃあ僕5-1ですか、5-1でゆうずるくんの勝ちです、はい、じゃあとりあえず次の試合は、はい、長州さん、長州さん、じゃんけんして、いいよ、好きな方でいいよ、ちょっとやります、え、草さん、草さん、ケンホンダ、ホンダは喋れるでしょ、ホンダはね、ホンダ、ホンダ喋っていいけど、何、ザンギ DJ、 俺多分アベビーさんがやってること分かんないと思う、いや、それ、そういうのはいいんすよそういうのはいいんすよ、いや、ザンギ DJ ちょっと1位落としたのは痛いですね、あー、5-0のつもりだったと、そう、もうめくりできてないからね、 あ、出てないよ、出てない、 あの、技が出てるとか出てないとかでいいんじゃないですか、もう、もはや技が出てない、いや、だからさ、やっぱりこれ、竜と竜と何が違うってこれ、これ、まあ波動があんま機能しないっていうやつでしょ、うん、ホンダが有利に働いちゃうステージですね、あー、お、今度は対空大足じゃなかった、
お、出た、出て、これ本来は熱いか、垂直は熱い、アベリンさんがさらに有利になるカードですよ、なりますね、ステージで、ステージ補正が、まあ、早いとこは対応する方は大変ですからね、うん、そうそうそう、あー、弱、なるほど、なんで中パ、中足、うん、すごいな、中足なのか、あ、同い年対決、あれ、いや、そうそうそう、知らなかった、むしろ新谷さんも同じですよ、新谷さんも同じ、あ、ナメプ、最後にやはりナメプ、いやでもあれね、ホンダどうすりゃいいんだろう、相打ちしかないんじゃないかな、いや、もう鬼無双待ちしかないんじゃないか、あー、鬼無双か、まあだから、ないとしてないとして前歩いてたらどうしようみたいな、ないじゃん、タッチオーパンはダメ、うん、タッチオーパン、いやだ、タッチオーパンの前に、タッチオーパンの前じゃないじゃん、前に下がる、下がるしかないんじゃないの、え、下がる、下がれねえだろ、下がっておく、それ読みで下がっておくの、それかもうくぐる、でも出た時点で加減になってんだから、もうどうあがいても無理だろ、それかくぐる、くぐれねえよ、ホンダタッチューキックで一方勝ちっすかね、あーなるほど、なんか強い時ありますね、なんか先端が強いでしょ、やっぱりあーさ、S でも強いから、うん、先端の上側が無敵、はい、てかなんか、なるほど、あのアベビーさんが速いって困惑してんだけど、どういうこと、速い方がいいんじゃない、さあこれはあれなのかな、まあね、隠れ老人会対決みたいなとこなんだね、いやだからホンダ使いはみんな同い年って昔から言ってるだじゃん、そうなんだ、知らない、4人ぐらい同いですよ、クッさんとか正月さんあたり、そう、あ、じゃあそこが4人で同い年、そういうこと、何があった、いやでも言ってもその辺が一つの中央の年齢層なんで、あーそういうことか、そういうことです、一番多い年代っていうだけ、じゃあその世代を知ってるからその世代のホンダはみんな強いと、あ、そう、多分昔、もう現役世代ですよね、うん、なるほど、こう喋っててよく分かんなくなる、あれニヤニヤしてる、うん、あ、そうなの、狙った勝利じゃないの今の、うん、お、対抗して、いいね、出ない出ない、いろいろ出ない、お、お、死んだ、ちゃんとしてます、ごめん、数えてる、今11、え、11っすか今、じゃない、ちょっと待って、今ラウンドいくつ、バトルでしょ、ラウンドっつうか、バトル3、バトル3、あ、11だ、失礼しました、いいじゃん、いいよ、合ってました、あー、もったいない、繋がってない、繋がってないけど、まあいいんだよ、さあ、老人力が試される対決、稼働体験、うーん、こうなっちゃったらどうすんだろうな、え、もう阿部ビンよろしくでやるしかないんじゃない、うん、これちなみに、え、ライブ配信やってるよね今、やってるやってる、やってんの、コメントないから どうなのかと、見てらっしゃるんでしょうか、どうなのか、配信止まった、止まった、トマト、トマト、トマト、マジで真っ暗やで、ブラックアウトしたやで、よくわからん、じゃあちょっとアベビンさんを、アベビンさんを堪能ということで、あ、変なこと押さないほうがいいか、この上画面で見るとね、横長だからよくわかんないよね、あ、カラジャン、お、一応これどうすればいいんですか、あ、終わっちゃった、落ちた落ちた、動画に残んないパターンですよ、うわー、減る、さあこれで、アベビンさんが2勝目、2-1、2-1でしたろ、見らない、
真っ黒になってます。真っ黒になってます。あーん、あーんって言われました。なんか踏んじゃったのかな。じゃあもうとりあえずこれで、とりあえずこれでデバイスノット、デバイスノット、やばいラブ、はい、あ、落ちた落ちた。ゆうずるさんの思いが通じた。やったね。そこそこは分かんないな。セーフ。なるほど、犯人はゆうずるさんでした。いや俺じゃないよ。お、見てから昇竜あれ、なんだよ。相模ジャクパンキャンセルレッパ、逆に難しい。あれは逆に難しいです。棒の8ですかね。いやだってしゃがみ逆パンってことは波動の入力が一番長いんで逆に難しい。ほうほう。波動拳弱波動が出ちゃう普通は。なるほどね。あ、でもしゃがみって待てばちょっとは余裕あるか。とりあえず全然状況見てなかったから。え、ジャンプ大パン竜巻しゃがみ逆パンキャンセルレッパ。キャンセルか。いや、キャンセルしてる今、うん、キャンセルして1ヒットで残念なことになって。なるほど。多分あれは昇竜拳。まあ、だろうね。状況でしたらね。状況的には昇竜拳、うん、戻った。よかったよかったよかった。わかるなあれ。こうなったらどうすんの。やっぱり寄るしかないよね。いやー、余生でしょ。余生、余生もいいとこです。もはや余生、うん、ほら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 やりだした。じゃ今のは頭突き溜まるって。溜まる溜まる。いやいやいや、溜まる溜まる。まあ読みで待ってんならいいよ。ガード溜めるしかない。ただもう今の状況って前歩かなきゃいけないから、そうは言ってもそれ待ちもするっていうのもなかなかきついんですよ。まあね、そこは人読みですよ。分かってください。つかむ、しゃがみジャクパンからつかむ。斬新。やはり話していないと考えるのが自然。まあね、最速に出すことが重要っては割り切ってる可能性もありますからね。まあこのおじちゃんで今さ出ないでしょう。つかみですね。ああ、そう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 、それはありです。まあ理論的にはだってリバサ昇竜じゃなかったら精度でいけるからね。まあ、長田さんはそれでいくっていうからね、うん、だからリバサで出すっていうのはすごい重要。そうね。お、一方勝ちしたよ。2-2。今のすごいね。2-2 2-3 2-3 2-3。うそ、あ、3-2 か。ってことは6になってる。6ですね。2-3です。アビビンさんが 3-2 か。アビビンさんです。アビビンさんが3で総集者が2です。大パン、なんか大パンね。永田さんっぽい方ね、うん、お、暴れ読んで高い。今の吸うんだ。まあ歩いたからね。実際はああいう時は話し得だから、俺だったら一応話入れとくけど。まあそうですね、うん、まあ4-2。さあこれは老人力軍か。広まってしまうぞ。すごいね。俺は勉強に後でちゃんと見て勉強しましょう。さあ本田は長州さんはどんな感じですか。いや分かんないけど勝てるわけないでしょ。勝てない、勝てないでしょ。やはりちゃんとやったことはそんなないと思うけど、やはりチュンリーじゃないと僕は弱いと。まあ別にチュンリーは弱いですけど。ええ、チュンリーは強いですよ。え、チュンリー強いですよ。あ、草チュンリーが強いの。俺は剣戦下手くそですから何も言えません。あ、むしろチュンリーでも剣は微妙と。ま
まんま勝てないんじゃないですか。いやー 4-2 だよ 4-2、うん、4-2だよ。単純にたまらんがうまいわ。待ってる、怖すぎる、うん、逆に寄せ、逆寄せを堪能してる。お、あー 5-2 5-2 おめでとうございます。すいません、解説できないで。シナモンちゃん大勝利。次は誰誰誰がやんの。キナコングさん、キナコングさん、イロハさんか。誰とイロハさん、イロハさんだったっけ。キナコングさん誰と、え、誰と、うん、三宅三宅健さん、宮さん、宮宮さん、う、上をして、ショーパン。はいはい、どうぞ。キナコング太郎対三宅。これどっちのリクエストですか。わかんないわかんない。お、近藤から、懐かしの近藤から。え、懐かしの近藤から。近藤さん、これだったっけ。近藤バログカラーですね。宇都宮時代の懐かしい近藤さん。まあ近藤さんはまだ宇都宮だけど、まあね、5on5 出る来るんでしょ。ロン君とエントリーしてたから。なんか2か3チームじゃなかった。ああ確かそうそうそう、2か3チーム。2かバイソン急に今日決まった。しかも直樹君いなかったっけ。いた、それも覚えてる。いや直樹君ダメだって。バイソンバイソンえぐいな。いやちょっとね、直樹くん怖いね。怖いっすよ。さあ、膝で、ね、タイプ違うからね、ミカさん、直樹くんと多分それだけでかく乱できるよ。色変えた。きなこくんさんって色はどうなってるの。いや、これショーパンから順に行くんじゃないですか。あ、そんな感じ。わかんないけど、うん、さっきのショーパンでこれ中パンなんで。ああ、順々に使っていくスタイルかもしれない。あれか、ハスラーさんの意思はつながないっていうか、真逆を行くんだね。相手の色に合わせるんじゃなくて、自分が順番に使っていく。ああ、なるほどね。中野ガエル対クサヤチュンリーですか。新谷さんからオファー入りましたけど、まあ、ちょっと僕、もう終わったんで。さっきニカさんとやったんで。え、いいじゃん、やれば。まあちょっと、だったら俺瀬尾さんと見たいわ。誰も やんないんだったらやればいいじゃん。瀬尾さんと中野ガエルさんやらないっすか、五先。俺も見たいな、それは。実は超見たい。あと、うん、これいいの、これ解説できない人がずっとマイク持ってただ喋ってるだけって。いや、まあだって解説は一応、まあ今日は、うん、まあ大昇龍があるかダメなんで。大昇龍がある。え、大昇龍に基本全部引っかかるんで今日はできないんですよ。あ、この組み合わせの話を真面目に始めたところですか。そうなんだけど、大昇龍が全部引っかかる。引っかかるよ、ほんまかいの。だちょっとでも前に出とけばいいんで。この辺から表をして、ここら辺で落ちても。いや、ま、あのダウンで重ねに行くのはできるけど、うん、そういうことね。生票は大勝利打っとけば全部落ちる。へ、うん、端じゃなければ。でもそれは剣側が前に歩いとけばいいだけなんで。前に歩くのが必要なのね。端を背負ってなきゃいいから別に歩いとけばいいだけ、うん、でしょ。どうなんだろう。いや、そうだよ、大勝利でいいんだよ、うん、レッパー断念ってすげえな。で、まあ落ちたら、まあ、テラー打っても竜巻とかいろいろあるんで、まあね、まあ、掴みには行きづらいけど、うん、ループはするんで一応ピオるやつ。あー、もったい。いや、あれ繋がんないんじゃない。そう、なんか松井さんがあれ5段でやってるのなんか見たことあって。バルログも、いや、バルログは入んなそうだけど。あれ、気のせいか。ピオリ1ぐらいか。いや、5ヒットするならピオるけど、うん、5ヒットメーカーわかんない。あ、じゃあ僕の気のせいだった感じ。なんか竜巻当てて投げとの卓で抱くか、それぐらいか。さあ、三宅3連勝で
さあ膝を今のところ全部食らってますね。立つなく仕込めばいいのかあれ。え、テラーにも勝てんのかな。いや、弱パンキャンセル竜巻はテラーで落とせるはず。ああ、じゃあバックスラッシュの読み。あ、でもしたら別に。いや、だから本当は竜巻もやんない方がいい。あ、普通に膝とかでアントビした方が、まあ、そこからだから、うん、テラー出すのか出さないのか、膝行くか行かないかの読み。まあ出ちゃったのかな。じゃあ、まあいいや。あ、そっか、空達入力してると漏れちゃうのか。テラーがある、そういうことね。けど竜巻もあるんで、うん、まあ、ああいう膝の後はあれだけど、普通に生で飛んでいくのは、お、見てからっぽい。見てからじゃないです、バレバレです。バレバレ、うん、そういうことか。いいね、そういうのを見てからっていうのが、あの格ゲーの面白いところなんだから。バレバレじゃつまんない。バレバレです。バレてない時こそ言い換えると、バレバレ言い換えると手癖、うん、手癖。いやね、見てからとね、バレバレはね、お互い逆の時に使う言葉だと俺思ってる。逆って？だからバレバレの時に見てからっていうのって、バレバレの時、逆か。見てからやった時こそバレバレって言って、そっちの方が煽りが強いでしょ。まあどうでもいいっすわ。まあテラーだから弱、テラーじゃねえや、スカイハイクローだから弱小竜でいい、うん、いいとはありますね。まあ、あれだから台にしとけば今日でも。あ、ピヨ。いや、今中盤出した。今何出したの？中盤出してピヨちゃん。ほい。まあ正面だから繋がんないですよね今。うん、全部中パンキャンセルで出してるから、あ、うん、確かに、まあ、まあなんか出して現れとけばいいですよね。あ、さあしかしついに4連敗からの、あ、なんだ今の、すげえ。何もしないで着地で投げた。想定外もいいところですね、これ。宮さんも今の。とりあえずこれで 4-1。 そう、はい、多分打点下げすぎて何にも出なかったんだね。まあゲージ溜まったらスパコンに行くはもう あるあるすぎるっていう、うん、さあ体重が立ちダイパー膝。ひなこんぐさんはこの組み合わせはあれか、緑茶くんとやってんのかな。じゃないですかね、うん、深谷勢といえば緑茶、緑茶先生。あれショーパンで落ちんのかよ。いや、深谷深谷、うん、そうかってた俺今ショーパンって言った俺。え、ショーパン、ショーパン、あ、失礼、話を聞いてなかった。お、投げる。まあでも割と最近見ますよ、先週もエースにいたし、うん、ゆうちゃんと徳井さんって書かれてるよ。はい、勝利ですね、うん、はい、勝利。確かにテラー、テラー大好き。バレバレですねっていう。お、出る、出るとこを見せつける、出るとこ見せつけるけど、その人は今どこで何をやってる。いや、多分あの頭の後ろから霊が出てきそうな顔で対戦、ね、後ろでガイル、スノさんと。やっぱバルログはもういかにこけないか、はい、そうですね、見つけるけど、まあそこだけ切り取って、きなこぐさんは後で振り返るといいかもしれないですね。どうしてこけちゃったのかっていうのを見て、ああそう、あと膝を全部もらってたんで、うん、はい、でどうすんの、誰かいる、誰もいない、誰もいないから、中野、やっぱそれ見たいよね。それやるの、やっぱり中野ガエルと瀬尾をやるには、中野さん、タマ様が瀬尾さんを倒さないと無理。中野ガエルさん、あ、じゃあ瀬尾さん、瀬尾さん やんないですか。瀬尾さん、中野ガエルさん呼び出しです。瀬尾さん、中野ガエルさんと五先やってくれないですかね。席じゃんけんで 1P2P。
じゃあそれ、中野カエルさんワンピーで、はい、上をしてショーパン、まあご存知かと思いますけど、ご存知のはずなんですが、さっき唯一、インプットを押した人です。でクレジットを入れなくていいです。はい、5先でこのままやってください。どうぞ5先です。いやまあチュンリーをね、だからあれか、東條さんとか北さんがいた頃からずっとやってる、そうっすね、方なので、まああの、まあ、チュンリー使いはね、みんなねこのガイルの洗礼受けてガイル戦始まってますから。あ、そうですよね、忘れもしないよ俺も。最初にロイヤルいた時に勝てなくて終わったの、何十連敗、30連敗ぐらいしたかもしれない。あ、そうなんですか。そういうレベルだった気がする。いや見てから、うん、なんかすごい打ち合いっているのに詰めている、うん、なんだろう、意外とラビットに使うのかな、投げ返し、マジで。うーん、まあね、コパンの後からかな。まあでもこれ人読みもあるのかな、前によるのは。うまい。あー中段すごいね、今ガードしてるのがすごい。ガイルは空中あれだと有効なはずないですからね、うん、前ジャンプを祈って中が一。うーん、そうですね、あそこまで行くとそれぐらいかな。さあサマーで落として、行かない、うん、行かないで画面を押す。さあ歩き、中足で。ちょっと最近瀬尾さんがガイルのめくりに対してちょっとネタで6にめくれないっていうのを編み出しちゃって。あ、そうなの。もしかしてそれを警戒してるのかな。さあしっかり拾って、早い、早かったな、うん、今のこの2人やってんのかな、そもそも。あ、いや瀬尾さんがチュンリーになってからはやってないでしょ。なんかそうそう、怪しいよ、そこが怪しくて。竜の頃はやってたと思いますけど、うん、瀬尾さんもまあ竜では一応昔からやってますから、こっそりやってたからね。まあチュンリーも使ってたけど、まあ基本竜だったと思いますよ。投げ返す、すげえな。ヘロ、オーストラリア人。オーストラリアは、オーストラリアは何が出んだっけな。オーストラリアといえばギゼルバイソン。ヘラクロスだっけな。で、拾う、やっぱ拾うんだね。繋がってない。いやー、熱いな。瀬尾さんこれやってるんですか、中野ガイルさんとは。やってない、やってないですよね、うん、久々。そうですね、今こっちに住んでないですからね、中野ガイルさんは。みたいですね、うん、場所は行っていいんだかどうかわかんないけど、とりあえず伏せておきますけど。さっき言ってたよ。いや言ってたの、ニガさんが。あ、じゃあいいんだ。でもなんか俺もそういえば聞いたことあるよ、うん。今は、中野ガイル vs 瀬尾チュンリー、5先なんていうんだろう、5ポイントマッチ。なんか見たけど忘れた。5ポイントマッチ、お、拾う。5ポイントマッチでいいのかな。いいでしょう。いいのかな、まあそれっぽいけど。今はセオチュンリーが1ポイント確かに、今のアヨシ取れんの大パンでしょ。アヨシ取れんのやばいな。今立ち台系だって、うん、ダイパン、あ、ガエルがダイパンってことね。ガエルは垂直ダイパンは一番判定強いんで、ん下に。あれ、アイストレンドやばいな。なるほど。さあ、しっかりガードして、下がった隙にソニックを打って前進する。さあ、今度は出なかった。瀬尾さんに焦りを感じます。いや、なかなか追い詰められること多分ないですからね。なんか攻め手に関してなんか全部投げ返しだったりされて、ちょっといや、なんかちょっと空気が悪い感じを出しちゃってる感じがね。そうなんですね、なんか上手いガエルは追い詰められるんですよね、うん、あの無手ガエルもあんな感じなんですよね。確かにね、なんか勝手に画面足で延々とペシペシやられて、うん、気候も打てないみたいな。なんか言って、そう、いや出た。あー気温ない。まあそっか、まあそんなもんか。
でかい、うん、死にかけですね。あれはきついな。セオチュンリーが 2-0、はい、さすがに東根さんのようにはいかないですね。ガードが硬い。お、ああ、なるほど。そう、あの小中ソニックはね、かなり有効な気がする。うーん、まあちょっと今の距離はね、ゲームもちょっとやりづらい位置だから、強肩の足がいいぐらいかもしれない、はい、今の半分見てからですね、完全に見て待っちゃうとまず間に合わないので、うん、お、うまっ、大パン。さあ投げる、抜けてない。そう、これあれがね、あれがなんか上手い人やるんですよね。やる人いないんだよな。落とす、よく見てた。戦略読みかな、お互い読みがね、いい感じ。ヘルーヘルー、 3-0 3-0。さあ、なかなか追い詰めてからが厳しい感じがありますね。やっぱ瀬尾さんのその球のさばきが多彩なので、なかなか絞りづらい、うん、そうね、やっぱ対応なんで動きが分かってないとこれで落とすっていうのがパッとできないので、うん、難しいところはあると思います。かなり特にジャンプされるとかなり限られるので、地上は見てから落とすとかいろいろ。この足の瀬尾さん上手いね。お、この後投げられない。あれ、そう、大橋実はまたしても繋がってなかったけど、繋がってないね、めくりが繋がってないパターンが多い。ただ瀬尾さん、さっきから多分あのこかせた後のアントビの確定投げがあの全部取れてなくて、結構瀬尾さん悔しがってると思うんですよね。今取りましたけど、投げられてるって、うん、投げそう。ビンタを止める、中継強いな。あー、落ちない、うん、この場合はガイル地獄で、また溜めてからみたいな感じで終わる。下がらないからやばいですよね、うん、4-0、すごいな、はい、いつの間にお前も大きくなったなみたいな感じですね。そうだ、瀬尾さんがチュンリーになったのがここ1年ちょいっていうのがやばいですね。周りにいっぱいいたのに1、2年、まあサブで使ってるのはちょいちょい見たけどね。まあそうだけど、もうなんか中野ロイヤル時代からちょっと見たことはあったけど、でもかなり少ないですよね、うん、配分的には、まあ、そうね、ほぼ竜だった、うん、あ、今のは半分見てからですね。これ結構ヒットしてな、うん、5ヒット。あ、川島さん来てる。何、誰とやる、誰とやりましょうか。あ、やっぱあれなかなか位置によって難しいな、あれ落とすの。垂直ダイパン、あれトルネーディで落とす。トルネーディか、なるほど。まあ判定的にはいいのかな、うん、まあ攻撃判定出てないからぶっちゃけ何でもいいんだろうけど、歩くのがね重要、歩いた上で、うん、
正解っぽいね、クルネイディは。いやー今くぐったのに。そうか、そうか、なるほど。あれ、あれ DJ でやろ。 DJ でやるできると思う。いやあれはそれ前にも言ったけど、引きつけて中弱やってその前についにピヨって投げる投げる。さあなんとか5連敗を食い止めて、あ1勝目。4-1ですよね。4-1とりあえずリーチかかった状態。4-1-4、なんか今日僅差で終わんないのかな、みんな。あ、ピオル、ピオル珍しい。あれ、スカルンだ。当たんない仕込みっぽい。いやー、誘ってる。投げる。さあ、サマーの。おー、今のはいい。あ、高返し。裏剣。これ。ちょっと動きが良くなってきた感じがする中野ガイド。いやー打ちでくるね、うん、今のいい、うん、オーラパンチにも。まあ下にはね、あれ 2-4-2 乗ってきた。これちょっと X ゲームは後でここだけ、はい、開けといてください。ちなみにやりたい人いないですか、ご先。いません。いないですか。いやー今みたいな、うん、あーでも安い、安そう。さあ素直にパンス。サマーが当たんない、あれ下がってんのかな。いやー、すかし、あ、先月の後？そう、あー、ちょっと下がる、まあ動かなきゃね、基本的に。画面端だとなんかあれ食らっちゃうイメージだけど、あのガイルがね。それか、ソバットサマーなんだけど。あー、そう、それがいいかもね。出てないか、うん、くぐって、逃げて。地上は痛い、地上は痛いぞ。7ヒットかな、8だ。運が悪い、ガイルにはなかなか戦列は8ヒットしないよ。その後のテンションを含めて6ヒットしたってことでしょ。4が一番多い勢い。そうだよね、5が出てもラッキーだと俺思うもん。8はやばい。いやなんか相打ち狙ってんだけど、そうさ、あー、ビンタ、耐久しっかり。いやーきついですね。いやありがとうございました。でもかなりやっぱり最近のプレイヤーとは動きが違いますね、いろいろ細かいところが。続いてはではもういいんじゃね。サソリさん、ご先やりませんか、あの配信台で誰か指名してご先。いや俺さっきやったんで、俺はいいよいいよ、指名されたんだからやれば。やだな、頑張って。じゃあやるわ。はい、じゃあサソリさん対草さん。さあ、リュウチュンリー。え、何？何？どう間違えたの？草さんが 1P ですね。さあこれは陽動作戦ですね。さあどんで、なんだこれ。さあいろいろ当たってる。さあパカス、今のところ話すことがないです。最近のこのとりあえずチュンリーをとりあえずチクチクやっとくの感じですよね。
しかしそういうのにはやっぱり佐藤さんとか川本さんは波動がうまいので全然いけるはず。いやー出た3ヒット。さあ最近流行りの軽心三段ピオリを優先させる。違うか瀬尾さんか分かんない。とりあえず草さんではないです。軽心さんかな。さあとりあえず軽心ためるのかためないのか。ためない。飛んでいく飛んでいく。さあ中足キャンセル転生逃げる逃げてた。さあサソリさんは余裕の草さんを褒めるという。さあ浮かれて飛ぶチュンリー昇竜っていうのに飛ぶ。いや今の真空ですよね。さあ踏んじゃってダイゴス竜巻へ拒否って。いやー歩いてた。これで 2-0 かな。あれ違う 3? まあいいや 2-0 ですね。さあ大パンが出てた。さあ今のは落とせない。さあ中キックに昇竜投げる。抜けてない。真空で中ゴス。いやちゃんとギリギリにヒットする前を抑えてるというね。さあ3ヒットコーナーこかして、これはこうなってしまうんです。どちらもミスらないけど決まってしまう。さあ大パン、ピヨンの大大機構で相打ちで中足。さあゲージを貯めて飛ぶ。冷静に落とす。まあ今のも竜巻と普通に飛ぶで読み合いっぽくなりますからね。さあ草チュンリーが3連勝。あれ多分草さんが中キックで飛んでるんですよね。あれのせいで間合いが離れなくて変な読み合いが。さあまた3打ミスる。離して、かなりやりづらそう。さあ沖の大キック中足からキャンテンション。中足からキャンテンションは草さん結構誰にでもやるようになりましたね。投げる引っかかる。なんで引っかかる。くぐって投げられる。さあ草さん4連勝。確かサソリさんはウルツー勢チームでエントリーしてます。さあガツガツいくチュンリー。ファイヤーで燃やして、さあテンション逃げに仕込んでやる。投げて竜巻アッパーで落とす。いやさあここでもテンションガードして昇竜中パン
暴れて、さあファイヤーファイヤー、さあこうなると玉で押し切るか待つか、チュンリーはゲージ溜めないで飛んでくる、いやチュンリーは飛んでくるんですよね、さあスカル大昇竜で落として、またテンションっぽかったね、さあ大足当たんない、真空見てる、さあ溜まったらパナして当たんない、さあ歩きに飛んでいく、今4-0です、なんとマジ？なんと4-0です、まあ大会前だからね、僕みたいに見せないやつで、あーいや草さんが4ですよ、あーそれなんかも隠してるの、そう隠してる隠してる、まあそれはありえますね、普通にテンション上手いなって言いながらやってるいやうわー前行く、ついにさすがにといった感じで中足を刺す、まあチェンリー戦はね全部思い出した上で読み合いなんで、これねチェンリー使いはみんな竜有利っていうんですよね、え竜じゃないですか、チュンリーでしょ、チュンリーかな、ここはチュンリーだと思うよ、これ絶対やった方がいいのにって思うのがね一個あるんですよ、大貫くんはやってたんですけど、どっちが、大貫くんはやってたんですけど、チュンリー側で先月の2段目から当たるところで波動を見る、あー、うん、あれがねすんげー強いから、おっと4-1マジで飛び越しクソ野郎ですね、飛び越しクソ野郎、やはりチュンリーゲーだった、うん意味がある、あーそうだね、バックジャンプを2周キック、はい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 、はいだそうです。だそうです。強いね。誰かいないですか？ご先、いなければこれで終了しときますが。いない？じゃあ2回転ユーズルで終わりにしよう。やる？僕 2P 行くよ。いいっすよ。いや、俺もあんま自信ないんでちょっとやっときたいっていうだけなんですけど。DJ 戦はね今全然考えてないから多分忘れてるし、はい、まあ適当にお願いします、はい。
ああ、五先やってるみたいですね。トイレ行ってる間にまだ1少数で1-1通しってことはまだ0-0っすよね。喋ってもしょうがないんで、とりあえずは2回転さんが取りまして0-1。ゆずるさん頑張ってください。何なるほど、心理戦以外は絶好調。まあすいません、なんかニカさん来月に向けて多分中二戦ばっかやってると思うんで。お、でもすごい暴力ゆずるくんもね、どうなんでしょうか。大パンチってすごい。とりあえずゆずるゼロの2回転1ですね。あ、書いてくれる方います、ありがとうございます。フォー当ててガードしちゃって、これはなるほど。ゆうずるさん頑張って。0-2ですね、0-2。まあ大して俺は解説できるわけじゃないんで、誰か喋ってほしいっちゃほしいんですけど、これはとりあえず DJ は溶かして、あの伊藤コンボっすよね、見たいっす伊藤コンボ。しかしこけても表になっちゃう距離、そうっすね。バイソンのリーチ長いのに、あいつ取ってもしょうがない。あいつっていうか溶かしてもめくれなければしょうがない。食らって、お互いを削りが凶悪っぽいですね。やっぱこうじっくり見てて、ゲージ溜まっちゃうとね辛そうですが、倍速の飛びにリバーサーマシンガンダメなんでしょうかって、全部ガードした後に多分お釣り食らうんじゃないですかね。投げ返しと投げたいね。ああ切られちゃう。やっぱり切り返しがうまいね、ミカさん。俺もさっきやっててヘッドで切り返されるとちょっとだいぶ萎えるんですよ。あれはなんだ、大ヘッドだったかな。大ヘッドだと思って出しとったら弱だったみたいな。あー、うーん、多分今本人的にはね、ジャックで切りたかったところでしょうけど、まあ投げれたからよかったぐらいの感じですね。あ、踏ませた、これはでかいよ。めくれない、めくれんかった。あの津田沼エースの東大戦だとね、バイソンガンガンめくってたんですけど、今日はめくれないしか。そしてラッキーゆうとさん、ジャックは下ため上キックっすよ。0-4、コパン中パンサマスがある。なるほど、さあこれもめくりはちょっと
できないと思っちゃってやんなかったのか表でなったのかわかんないですけどめくりませんでした。冷静に画面端でちょっと今度は追い込む作戦。そしてね、なんかバイソンってやっぱめくるの難しいんでもうこうやって画面端固めるのも一つの戦法だと思います。正直さあスラキャンちゃんとやって中ジャック最大ダメージ取っていきます。大ジャック当てるよりも中ジャックをソラキャンで当てた方がダメージが高いらしいです。第2ラウンド始まりました。さあとりあえずリーチかかってから今日今のところ5-0ないですからね。リカさんチャンスですよ。めくりチャーンスいかない。そしてボーは出ちゃう。きついゆうずるさん精神的にきつい状況頑張ってほしい。お当たったよラッキーだよ。穴掘りが置いてある。さあリーチかかりました。さあ先端からの投げて大剣しっかり置いておく。これは DJ ペース、いいペース。大剣耐久取って盤石、あとはクレイジーさえ食らわなければといった状況でしょうか。食らっちゃダメだよゆずるくん。食らいそう食らいそう危ない。レンガレンガなってます今。なってない、割れた割れたっぽい、割れた逆。とりあえずでもまあなんだかんだ言ってとりあえず取り返しまして、うん、でああなるほど、なぜやったなぜやったこれキャンセルでもレンガにならない。お、おいしい展開。コンボミスっちゃう。なんかでもフェイロンステージってラグるんすよね。なんかなんか特に開幕ラウンドこのここなんかすげえラグる。ラウンド1とか2の時すっげえラグるんで、タイマンではあんま選びたくないステージですね。まあコンボイミスもしちゃいますよそりゃって感じです。大K つないでエアスラスラ伸びる当たって距離離す。エアスラ当たって距離離れた時のエアスラモードでとりあえずねチクチクやっていきたい。そでゲージが溜まって1ドット露骨露骨いいですね。ちょっと追い込まれてますけどクソムーブ入れてきます。1本取ってちょっと冷静になった感じですかね。ゆずる君はああよく返したいの。しかしあーゲージ溜まってないのが痛い。溜まってたら大ダメージ。溜めたい溜めたいよ。ちょっと切り返してめくらてどうしたよ前が出なかったかな。さあしかしこれは DJ ペースガード、とにかくガードコパンで、あこれを剥がせたのでかいよ。しかし今のは甘えだった。たのではよかったしのいだ。5-2、4-2、4-2。あれめくり出なかったの。なるほど飛びが出なかったっぽい。まだなんかスローかかってんだなんか。フェイロンステージの呪いだよこれ。よくわかんねえラグル条件が。このラウンド1ファイのラグがね、弾持ち同士でお互い弾を打ってからスタートする系の組み合わせがすごい嫌なんですよ。お互い弾打ってんのにお互い何もしてないみたいな。おお、ちゃんと取り戻す。ここから巻き返しありますよ。
お、ヘッドだって短波で近づいて投げて、下がってそら飛んで飛んでまた当たる、あれ強いな、こかせて投げない、めくる、当たったけど出ない、きつい、終わった。 5-2 ですかね、こちらです。暴力反対、殴んないでください、殴んないでください。いやニカさん強いよ。じゃあ今日こんなもんすか。おじゃい、はい、あー疲れた。どうだったゆずるくん、どうだったと言ってもね、今どれが全体、なんか思い出す前に僕終わった感じなんだけど、何がこれとこれこの連携強かったなぐらいしか覚えてなくて、 DJ 戦のことを。いやーなんすかね、いや俺も忘れて今のところ思い出してないですけど、あれだよね、もうちょっと前はめくりをガンガンやってきた覚えがある。うん、今日1回飛びができなかったぐらいだけど、他でもね、めくりでもどうかな。いや苦さが単純にあんまこけなくなっているのは、うん、それはすごい意識はしてた。そう、あとなんだろうな、まあやりづらいし、なんだろうな、まあ、ターンをやっぱ減らすと逆に効果あるんで、前はターン待ってればいいみたいな感じありましたけど、そうじゃなくなってくると待ってんのに出ないんですよ、ジャックが。チュンリー戦をやりすぎて、他のキャラ戦が上手くなったというまあありますね、まあ、チュンリーは特に固くいかないとダメだと思うんで、そうそれが他のキャラに生きるっていうのはあるとは思いますけど、いやめっちゃやりづらいですよ、基本やっぱシャルさんとかニガさんとかのじ合いだとダメなんで、だけど一発勝負で勝つっていう、それはねいいのか悪いのか分かんないですけど、この間あのエースもそんな感じだったんで、まあでもこっちも苦手意識ないから、大会に結構ニュートラルの気持ちで臨めるかなっていうので思ってますわ、はい、僕ね、デイトナ好きでフジモンにいい勝負できたのが結構自信になってて、あ、そっから、あ、これやっぱ当たってたんだなって、はいはいはい、自分の攻略が思えるようになってから、はい、結構良くなりましたね。ムーさんの DJ 前ボコボコにされてたんだけど、誰のムーさん、ムーさん、うん、ムーさんうまいのかな。いやムーさんもね、飛びを通すと即死するから、え、飛びを通すと即死するんで、あ、飛びを通さないにはどうしたらいいか、やっぱ転ばない、あと二段飛びあるじゃん、はいはい、二人飛びして、そうあれニカさん、シナさんは食らってくれたんですよ。シャルさんはダメなんですよ。あ、ほんと。アッパーとかに、上り中盤とかやってくるんで、あ、いや、タマさんとかはアッパーで逆タックかけられるんで、アッパー、アッ、だから2回目にアッパー出して下ためないか、でもつかみがあるんで、つかみだったら逃げても、え、中盤でこっちが空中やられになるんで美味しくないんですよ。僕単純ね、投げ抜けを相模教官でやってるの。ああ、まあそれはそれでありですね。で最後の一手以外だったらすごい強いんです、それが。そう、まあそうっすね、
あれをね、DJ 側がちゃんと対策して、さらに、しゃがみキョッパンすかってスライディングぐらいやってくると、もう次は飛びにピュールから。え、しゃがみキョッパン？あ、出させて。出させて。ああ。そうっすね、うん。今度こそめくりに行って、しかも投げるピュール。多分本当はそのジャクエアスラー打って端足で待ってるみたいな感じだとは思うんですけど、そこも俺もまだ掴んでないんで、エアスラーは追っかけられるのは嫌だね。結局そうジャクエアスラー端足で打たれて歩かれて、まあガードしかなくって、でそこでね、下がってくれる DJ は大丈夫。まあそうですよね、こっちがゲージ貯めれるんで。多分そこなんですよね。目の前で技空振りながら隙あらば前に歩いて投げようとするやつが一番きつくて、うん、はいはい、その投げ受け身でいいと思ってると、うん、一瞬で画面弾くんだ。まあそうですね、投げの後画面端っこからもっと下げてもいいじゃん。はい、もう本当にやばくて、大西くんがこの間 DJ やってたんだけど、まあ、投げしかやんないんだ。はいはいはい、そうですね、硬いやつにはこれだって前で投げてたかもな、ね、硬い相手にはどうするかっていうのもね、ゲージ溜まったらね、こっちのオフェンスだからクレイジーが溜まっちゃったら、この竜はサソリです。クサチュンリー対サソリ竜です。ああ、バイソンの飛びにリバサマシンガンはやると食らってたのは全部やってますだろうね。リバサマシンガン出ないんで俺あれを、攪拌なしにするのはバイソンの飛びの距離によるんで、そう、離れてジャンプショーキックで飛ぶとダメなんですよ。そっからバイソンは投げ前なんでタクへかけられるけども、 DJ 側は出すか出さないかを周りを見て見極めないといけない。え？で、カス当たりで残りが浸かるやつになっちゃうと、ダッシュ系が確定するんで、下手すると強ストレートが入っちゃう。そう、先端だと多分後半のマシンガンが当たんないで、え、中パオアぐらい入るんじゃないですかね。いや、ちょっと遠い、入んない、うん、オアぐらい。でも立ち、強ストレート入るんであればもう全然 OK、 絶対先飛びいけるから。そうそう、まあ多分今日ほとんど強キックだとかだったと思うんで、マシンガンが出てれば地上でガードされるか運が悪いとヒットになるんですけど、出ないんですよ。わかる、とにかく出ない。その代わりジャックとソバットは出るマシンガンは出ない、本当に出ない。その後のね、ボタン連打とかはもう考えなきゃいけないから、ちょっとコマンド難しいよね。そう、あれ、あそこだけは擦るんですけど、出ない。擦るがゆえに出なくなる。俺擦んないから、だから出ないんですよ。あれがね、困る。あれが本当に困る。マジで出ない。あれだってワン、アントニー高かったなと思って、ワンボタンで俺大ジャックとか出るのに、マシンガン出ないんですよ。マジで意味わからん。ちょっと、指押しでなんかないかなってやったけど、逆にそれもなんか出ない。後ろが出ないんで。なんでだろうね。わかんない。わかるけども出ないんですよね。まあそこは練習あるのに。思い出してきた、あー結構 X やりましたわ今日久しぶりに。俺また喋ってやってないな、ダメだな。対戦しといた方がいいよ。意味ないな。
いやだって俺だからバイソンかダルシムがいいか。ダルシムちょうど空いてる。空いてる。やろ。ダルシムか分かんないけど。DJ か。あ、まあまあまあいいんじゃない。あ、思い出してきましたね、これ。さあ、草チュンリーの口が舞一文字に結ばれ、これは東刀流中ゴス。今のうまいね、うまいね。強いねこれ。うおーうまいね。本当は食らない飛び越し投げをさっき食らっていたという。やっぱ忘れてただけですね。これ録画残ってるんで後で須山さんはちゃんと勉強してください。勉強してくださいって僕が言うあれじゃないですけど、もういい教材だと思いますよ。よし、この組み合わせ僕はツンリーだと思うんだよな。ほらツンリー使いがゲーム下手なだけだもん。これワンボタンでいいんすよ、コマンドいらないんすよ。サソリさんのですね、まあ最近はね流優理説を唱えてる人が多くて、まあいくつかそのポイントがあるんですけども、お互い何でしょう、そののらりくらりやってゲージが止まらるのを待つ対戦が開幕ゲージのため合いをするという形になるんですよ。でもためられたらまた違うんじゃないですか、局面が。チュンリーと竜が開幕からため合ったらどっちが先にたまります。竜だと微妙に竜なんですよ。そこがまずキャラ差の一つっていうのが悠々離説の一つの元になっていて、でも戦列客と、はいはい、お、うまいうまい、うわーすぐ飛ぶ星人。お離せんかそこ。そのチュンリーが溜まるまでが第一部というか第一になって、うん、でそこまでにリードしましょう、リードしてないと相当苦しくなりますよね。それがまあ理想ですね。で溜まってからが第二部みたいなイメージなんですよね、リュウチュンリーもなので。違う、チュンリー視点で見るとない。ああ、たまにある、たまにある、うん、100% じゃないですよ。チュンリー視点で見ると、はい、バイソンにもと似たような、バイソンとチュンリー戦、バイソン戦と今日似てるようなイメージなんですよ。いや、どうかな。あ、でも流線で見たら止まるまで止まった、そう、ためさせないように動かないといけないっていうのところは似てますね。どちらチュンリーかバイソンがあのシングルスーパーフォーム出してくれたらまた第1部に戻るみたいな。いや、もう戻んないですよ、当たっちゃったら。あのスーパーフォームをゲージを使ったら、あ、使ってくれたらまたその第1部に戻って、そうですね、繰り返しみたいな、うん、まあね、玉抜けがあるからみんなそうっすね。玉抜けがしかも半分減りますからね。溜め合ったら竜だと思うんですけど、スーパーコンボの
ゲージを、ゲージ回収を。でも、チュンリーの方がなんか、どうなの、どう言ったらいいのかな、いい感じで溜めれそうな気がしますね、なんとなく。そうですね、龍は、あ、でもね、どっちも思い切り溜めようと思ったら下がる羽目になるんで、陣取りで負けるじゃないですか。で、端っこで詰められた時どっちきついって言ったら、龍とチュンリー。龍側が端っこに詰めている、はい、チュンリー側が画面端に詰めている、どっちが強いかな。まあいい勝負だと思うんですけど、どっちもきついんで、チューブに、まあ、この前言わせていただいたんですが、おふたちゃんさんと直接話させていただいて、はい、あとまあ動画でも本人様がおっしゃってたんですけど、まあ、残り体力こう投げて死ぬ、はい、お互いになった時にやっぱチュンリーは1回投げていいんですけど、リオは3回投げ方読み方ないと勝てないよっていうので、ビーチュンリーなんじゃないのかなみたいな話をしていただいて、ああ、さすがに納得しましたわって言ってましたけど、まあ投げがアホみたいに減りますし、足も速いんで、あとリオが困った時に振ってしまう技にチュンリーの技がとても強い、その相性が悪いんですよね、リオのその暴れに対するチュンリーのした技が。真ん中の攻めは龍の方が強いんですよ。結構圧倒的に強くて、ファイヤー、ファイヤーって言うんですか、うん、安全に置き攻めしつつゲージ回収ができる。しかもそれを我慢しようとすると中下の近くなんですよ。チュンリーのね、その無敵技があんま横に強くないっていうのがポイントでありますね。いや先ほどから天章しかしに、俺はもう打球したらアッパーとかなっちゃうんですけど、昇竜拳かジャンプ中マリオパンチ絶対合ってるんで、それはだからめちゃくちゃ意識してると思うんです。だからもう染みついてると思うんですよ。意識してるんじゃなくて、もうそうなんですけど、そもそもそのつもりでお決めしてるんです。サトルさんがってこと、そう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 、用意してるってこと、用意、もちろんそうじゃないとさすがにダメダメですよ、うん、それはしないとダメなところです。基本って言ってもね、基本というかどこまで意識して、はい、置き攻めをする予定でいるのか、龍がですね、チュンリーに対して龍が、まあ、どっちもそうですよ、うん。あ、この場合は相手の行動が一切当たらない場合です、はい、で何が来るか分からないって構えてたら何にも反応できないですね。迷うと思います、うん、絞れてないから、だからどれか出させようっつってやるべきなんですね。何をやったら何を出してきますかって。どこ？ああ、そう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 。大ボスって被弾しないんですか？大ボス被弾します。そうなの、うん。だから遠くでハローモーションを見て、一緒なんですよね、ヒージが。うん、が似てるのと、あと弱波動を見ようとすると結構引きつけなきゃいけないですね。線列抜けるの。線列、そう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 。で。そうすると第5数に見逃しちゃうんだ、微妙に遅れるんだ。心理戦の域ですよね、そうなってくると。でも僕は前歩きでいいと思う。前に歩けば、あ、チュンリーに下段になるように、そう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 、打つんですよ。あとやっぱその今だからお聞きしたかったんですけど、チュンリーがこう飛び越し投げに対するこの答えっていうのは、はい、飛び越し投げをさせないようにもっと前に行く。仮にその場面になっちゃったらもう投げられ安定ってことなんですか？前飛び、前飛びなんですか？落ちたやつを龍の場合はもっと便利で竜巻もあるんで、そこ
しゃがみ中パンチを早めに置いてみたいな。いや、くぐったらしゃがみ中パンチ。アッパー波動でもいい。あー、書いてますね。そうですね。強昇竜ができれば一番いいんですけど、振り向くかどうかがよくわかんないんで。あ、じゃあサソリ竜、福山さん行くみたいですわ。福山さん、勝つまでやって。結構勝ってたね。飛び越し投げにくぐりアッパーファイヤーは、かくりません。理論上かくりません。なぜかというと飛び越しで着地で振り向きが入るので、着地硬直がゼロになるんですね。空中でしか落ちないんですわ。振り向きは着地硬直ゼロっていうのが、まあ、結構最近分かったことなんですけど、みんな結構使ってまして、昔からベガとかね、ベガとかチュンリーよくやるやつ。技出そうか出す前が振り向きが入るんで、着地で重なってる技をガードします。なので隠りません。アッパーファイヤー入っちゃったらとしたら、何か地上で別の技をが漏れただけです。お、やる、やるっていうか、お、あ、あ、あ、お、お、1回目で、うわあっさいな今の、あっさいな今の台足は。真空で、真空はね、もうちょっと遅く出してれば抜けるんですよね。後から出した方が勝つんです。あ、明日皆さん団員戦ですよ。で、前回から団員戦の団員持ち越しなんですけども、5月3日にもう1回やるんで、そこでリセットです。つまりその段階で一番強いやつ誰かっていうもう決めましょう。そのために今回は低団員戦だけ初日にやって、上にいっぱい上がる人を作ってっていうことをやろうとしています。なるほど。いい中ゴス。なんで低団員戦終わって暇だからの試合やるっていうのもまあしょうがないかなと思います。今回に関してはとりあえず明日団員戦です。そして5月1日2日後ですね、そこはいつも通り X 東西戦。今回は普通のルール、普通ルールで、次回の東西戦、はい、久しぶりになんかやる？おお、いつも竜ガエルばっかりだからな。でもね、あんまいいカードがね、コマンド対ためっていうのと、たまりたまなしってやったことありましたっけ？たまりたまなしもちろんありますよ。あるか、うん、初代8対あ新キャラ、新キャラ天皇っていうのもあるし、下対上っていうのも下上意外にねバランスがいいんですよ。はいはいはい、はい、バイソンがいて、バルルグがいて、はい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 、
ダルシムがいてチュンリーがいるけどグーとヤバいフォークがいるみたいなまあまあまあそれは言うのがちょっと弱いかもしれんけどね。結局下がったとキャミ引いた方が負けなんじゃないかって。あでも上下で分かれるからそう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 、まあ、うまいこと言ってるんですよね、はあはあ。まあなんかコンセプト、次の火曜までに考えようかなと思ってます。最近竜多いから、はい、やっぱ竜対なんだろうな。竜チュンリー、あ竜チュンもありかな。ちょうど今話題に出てるし、はいはい、竜チュンリーやる。ただまあ東西戦で5月1日じゃなくて5月7日になるのかな。でもなんか浅い竜と浅いチュンリー戦ったらチュンリーがガンガン歩き投げ通して勝ちそうな感じは思う。そうすると結局なんかその上級竜がチュンリーの殺し方こうすんだよって見せるっていう形になるかなという気は。それをねあのみんな見れるのはいいんじゃない。あなるほど。本当はガイル対何かやりたいんですけど、ガイルまあ竜かな多いから。ガイルまあまあまあリュウチュンリーで今回はリュウチュンリーにしましょうか。リュウチュンリーもチュンリーそんな選ばれないのかなというイメージもあるんですが、まあ、それはそうですね。サブで使う人もすごい少ないですよね。ホンダザンギやる。ホンダザンギウキュラでもウキュラでもやタコ様対ホンダやりましょうか。あいいっすねそれ。タコ様対ホンダ何本目で死ぬかなっていうブラッディクロスの感じで。あーお。残機ホンダ。リュウチュンリー、このリュウガイルっていいんだよな。リュウガイルね、いいんすよねあれ。うわ若者おプラスまた勝ち逃げだそうです。あ、それやりますか。40代プラス、まあ、20代以下バーサス30代。あ、真ん中対その上下。あ、真ん中勝つよこれ。真ん中強くないですか多分。いやタコさんも今年40だから、はい、あじゃあ40チームで4チームで。あいやーちょっとよ30代強いんじゃないのかな。30代勝つでしょ。勝つ。じゃあエイジバトルやりましょう。エイジバトル、エイジバトルの方がいいな。エイジバトルみんな参加できるんで、うん、絶対30代強いけどね。30代まあまあまあそのメンツがちゃんと来れば来れば
来れば。ゆうべがさんとか松尾さん40代なんで。あな、来週じゃないっすよ。5月1日じゃなくてその次の週。じゃあエイジバトル、エイジバトルやりましょう。おお、ちょっと見渡した感じでも40代、あれが若いでしょ、40代。あー、まあまあ結構いますね。タコ様40代だから。あー、お、本当に福山さんはいい顔するよな。嬉しそうにゲームする。あー、そうですね、いいっすね、そういうのはいいっすね、そういうのは。もう真顔になっちゃいますからね。あ、結構真顔ですよね。真顔です。そうです、そのやっぱりこう殺意がね、やっぱり必要なんで、各ゲーム。いや、すごい重要なことだと思いますよ。もうゲーセン来る前から真顔の人もいますけどね。途中でカラスとか飛ぶ人がやばいですね。猫がファーッつって。そんな放ってるやつがいるんですね。リュウガイル、ごめん、リュウガイルだと残念ながらリュウもガイルも使えない人が最近増えているんですわ。あー、 X でね、サブキャラ少ないんですよ、基本的に。あ、まあ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 、まあ、自分も今日ちょっと、まあ、一応今回大会エントリーしたから。ああ、ハンター勢ね。はい、ちょっとまあやろうかなと思ってたんですけど、やっぱね、一つのキャラやるとね、飽きる。メインキャラでも飽きる、うん、あと1週間ちょっと我慢してやろうかなってなるんだけど、僕草くんとの対戦2ヶ月後だったんで、はいはい、もうすっげー飽きてるんですよ。しかもあの組み合わせマジつまんないんですよ。バイソンチュンリーやる？バイソンチュンリー、いやー、まあ、人におすすめしたくないカードですね、あれは。なるほど。まあ X ならではって言ったらなんだろうな、入って剣とか残儀までなんだよね。はい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 。でもね、回転系はありかなと思いますわ。あー、使用人口少ないですけど。でもそれこそ残機とかはサブで使う人結構いる感じが。あ、2キャラ対2キャラにすればもうちょっと出やすいかもしれない。なるほど、どっちか選んでねっていう。そうそうそう、はいはいはい。龍、龍剣対ガイル残機とか。あ、キャラ相性的にも良さそうな感じは、うん、これだったらね、はい、結構いいんじゃないですかね。良さそうですね。圧倒的に龍が強そうな感じがしますけど、そんな中で。まあまあまあ、その中でもね。ただまあ、やっぱ残機使いも道義が好物みたいなところが ね、あるから。あ、それちょっと考えましょうか。ほうほうほう。リュウガイルだけではないんですけども、うん、ちょっと良さそうですね、間口を広げてみましょうか。
次回のコンセプトマッチはそれで、今回はとりあえずあのエイジバトル、エイジマッチをやりますんで、あ、この S ザンギもねすごい、まあ、おお、なかなか、よし、じゃあそういうわけで皆さんよろしくお願いします。とりあえず明日大戦来てくださいな。何時スタートだ、17時スタート確か。よろしくお願いします。お疲れ様です。Shoot!
Yeah.
それじゃあこの試合で配信は最後とさせていただきます。皆さんまた明日来てくださいね。よろしくお願いします。